はい、えー、皆さん、こんばんは、えー、それでは、ですね書士試験の、えー、2021年合格目標、えー、実践力パワーアップ講座の今日は民法の第2回目の講義をこれから始めてまいりたいと思います。 きょうもあの無料体験の方いらっしゃって、えー、くださってますので、まあ、あのお申し込み済みの方と無料体験を、えー、している方と、えー、がお聞きだと思いますユ、えーチューブライブでもこれつないでおりますので、まあ、リアルタイムないしは録画でご覧になっていらっしゃる方も、えー、多いかと思うんですが今日うはあのお話しするところについても前回同様さほど皆さんが苦手意識を持つところではないんです意、ね、思表示の箇所ですからですからあ,の、まあ、あまり予習してきていないという方であっても多分大丈夫だと思います。 ただし再現法改正点が入ってまいりますので、ちょっとそこだけはねご注意いただきたいなというところです。さあそれではあのこちらのですね。えー テキストで言いますとちょうど前回32ページまでお話をしておりますよね、えー、今日はその続きということになってまいりますでそしてあの第1回目をお聞きにならずにですねいきなり今日第2回目いらっしゃってる方もおられるかと思うんですがまあ別にその失踪宣告の前について。 特にこれから先のところと関わってくることはありませんので、まあ、1回目聞かずにいきなり2回目という方であっても大丈夫ですのでそこはご安心ください、えー、予習していらっしゃらないという方も、ね、おられることを前提にお話をしていこうと思います。でえーまあ 前回のところで、まあ、1回目お話をした際に、えー、先生の目の前に何があるんですかという声がなんか結構いろいろ声をいただいてお前の目の前にビ,ビニールシートがあ,あるんですね飛沫防止のためにというか私も、えー、まさかこういう形で講義をすることになろうとは本当に今年に入っていろいろなことが変わってしまったんですけれどもねこれを見るとどんだけ私、唾飛ばすんだという感じの <laughs> そっちなんですがちょっとだから画像があまり画面も、ね、ちょっと少し歪んで見えたりしてあまりその、えー、ちょっとねあの 顔私から皆さん方の顔もあまりこうはっきりと見えませんし、まあ、皆さん方から私の表情というのもそんなに見えないのかもしれません画面で見ているともっと見えない可能性はあるんですけれどもなんとかねちょっと皆さんのこう表情を読み取りながら抗議していこうと思います。 でえー、一応、今回あのこの新宿エルダー本校で一番大きな教室なんですけどこ3ここ歩を BL シートに囲まれてるんですよね。で先生によっては非常に中が熱くなるこの中が、ねえー、まああの熱くなるということでここにサーキュレーターを用意してくれたんですけどこれでもこのサーキュレーターやりながら講義したら私、メデューサみたいになっちゃうお前髪の毛はこっちにこうなびいて講義することになってしまうと思うのでちょっと今消しましまたで先生によってはこう2方向からサーキュレーターを回して講義してる先生もいるらしいんですけれどもまあ私 じゃ、そこまであの別に。まあ前回も熱くはなかったので、ね、この,ままの状態で講義をしていこうと思います、えー、もしかしたらあの中盤以降ですね。あの先ほどつけるかもしれませんが、まあ、あんまり髪の毛を吹き飛ばないような形でですね。抗議していきたいなと思っているんですが、まあ,あのそんなわけで、えー、前回第1回目の開講で、いろいろ前回のところで皆さん方へ注意点等々お話をいたしました。えー、勉強のね仕方です。とか、会社法などの？ あの勉強の仕方についてもお話をしております、で、えー、その際に、やはりあのご質問いただいたんですけれども、そのやっぱりマイナー科目、昨年収録のものが心配だという声、ね、やはりあの前回説明させていただいたつもりなんですが、まあご質問いただきましたので、大丈夫ですから、3回も、えー、いわゆる改正法についての特化したアップデート講義をその後、えー、追加いたしますので、そしてあの実は、えー、民事執行法の改正点が多分一番心配だと思うんです、マイナー科目で言うならばね。で民事執行法の改 改正点はもちろん財産開示の部分ですがあの昨年の講義の中では財産開示についてあまりお話を講義の中でしておりませんですからまさにその財産開示についてしっかりとです、ねえー、アップデート講義の方でお話をしていこうと思っておりますのでちゃんとそこでフォローをしていきます、えー、ですから、えー、特に変わっていない部分従来からの部分のところを民主、えー・民主・民事法全の中で取り上げていますので特に前回の講義では、えー、こ去年の講義では改正点に特化した講義というのはしていなかったわけですがやはりまあ今年出ましたのでね アップデートの方の3回分の講義の中で、えー、みっちりとお話しさせていただきますのでそこはもうあの皆さん合格するために必要な知識をすべて提供いたしますからお約束しますのでそこについてはご安心ください。そして元より、えー開始えー あのあれですよ司法書士法と、それからあの教託法に関しては、もともと新しい収録、これから取り直す、皆さんの前で講義し,したものを取り直しますから、そこについての改正はフォローしていきます、そして会社法についてもです、ね、会社法改正対応の講義をしていきますので、ご安心ください。問題は商業記法なんですが、まあ、前回も言いました通り、商業登記法については、講義中に多分ん宣が間に合わない、ですから分かっている範囲のところで、改正の講義をしていきます。そして改正法 全,て全貌が判明し次第ですね、えー、歩行という形できちっと消灯法の洗礼についても対応しますので、とにかくフルパックで取ってらっしゃる方に関しては、改正法の情報漏れというものは一切ないというふうにね、お約束してきますので、そこはもうご安心ください、もうお譜に乗ったつもりで、えー、講義をです、ね、聞いていただきたいと思います。 でまあ、ちょっといきなりなんでいいろいろあの伝達事項をちょっともう23話すと私、今日あは実は2022年目標の、えー、新15か月合格コースの開校日だったんですで例年でしたらあの夏に中上級の,この実践力が開校してそして3か月遅れのこの秋のタイミングで、えー、15か月の秋制がスタートするという,ふう,にうまくばらけるんですが今年はの本試験の延期の影響で。えー 先週開講そして今日、まあ、第2回講というか第二回目の、まあ、講義で、まあ、皆さん無料体験していただいてこうやって講義をしつつそして同時に2022年合格目標の初級講座もスタートしていくというまあ一日の間で開講が2回もあるなんて初めての経験で正直ですねいやこれ大変だなと思っているんですが2022年の合格目標の方たちが勉強をスタートしていくそんな中皆さん方はねその1年前の2022年 2021年の7月の本試験をね狙っていくわけですからそのうかうかしてられませんのでね今年はいつもより短いわけですからいつも以上にこうデリケートにあのスケジュール管理なんかを慎重にしながらやっていっていただきたいと思います。さあ、それではあのお、えー、前回32ページ、いわゆるシス 不在者の財産管理制度の中でも不在者財産管理人についてのお話を32ページ、まあえー、ちょっと読み上げたりはしませんでしたけれども一応32ページまでお話をしたわけですで本日は33ページの失踪宣告から、えー、スタートしていきたいと思います。 さあそれでは不在者の制度と失踪宣告制度の根本の違いこれ前回ありましたよね不在者の制度というのは不在者はやがていつか帰ってくるだろうということを前提とした制度設計になっているつまり不在者が残していった財産を誰が管理していくのかというです、ね、問題に焦点があったわけです。 でそれに対して、えー、失踪宣告制度というのは不在者がもう戻ってこないだろうということを前提とした制度設計になっているということで、えー、実際に残された財産については相続人に相続させそして残された配偶者に再婚の道を開いていくそのために不在者を死んだものとみなしていくという制度だったわけです推定ではありませんから、えー、みなすですので反対の証拠が上がったぐらいでは簡単に覆りません 反対の証拠というのは実は生きていたということですね。実は生きていたという証拠が見つかっても、えー、これは失踪宣告、えー、死亡見なしですから反証を上げて覆すことはできない。 実際に生きていた場合には失踪宣告を取り消さなければならないということだったわけです同時死亡の推定などとの違い推定は反対の証拠が上がれば覆せる反証によって、えー、覆せるところが、みなす、えー、犠牲へとも書きますこれはあ反対の証拠が上がったぐらいでは覆すことができないということだったわけですさあ、普通失踪と特別失踪もう要件は、えー、よろしいでしょうか普通失踪は生存していると知られた最後の時から7年間、えー、生死不明状態が続くこと で死亡したものとみなされるいわゆる命日は失踪期間の満了時となっていきます下の図をご覧ください、えー、生存していると知られた最後の時から7年経って初めて申し立てが可能で申し立てますと火災の調査官の方がですねかなり入念な調査をいたします私かつて2回、2回失踪宣告の申し立てをしたことがあるんですけれども。 1>, 1, 人は1回はですねその奥様の方から依頼を受けてで旦那さんがもう要するに行方不明になってしまったとで、えー、捜索願いとかいろいろ出したんだけれども、まあ、全然こう行方がわからないということでですねもう10年来経っている、まあ、その方は7年ではなく10年以上経ってたんですけれどもそこでどうしたもんかということでですね、えー、相談に来られて、まあ、そういうことであれば失踪宣告申し立てましょうということで失踪宣告の申し立て書を作ったことが、えー、私2度ほどある。そそののの回目のその 奥さんから、えー、依頼を受けた時にその後申し立てを火災にした後にね、その依頼人の奥さんから電話がかかってきてあのなんか近所の人に言われたんですけどなんか知らない人がうちの旦那のことを聞き回ってるって、ね、嗅ぎ回ってるって、ね、なんかピンポンをしてあのな「なんとかさんの旦那さん最近見てますか?」とか「なんとかさんの旦那さんどんな人ですか?」とか、えーね「どんな風貌ですか?」とか「えーねかとかえー、最近お会いになりましたか?」とか「嗅かかぎ,ぎ回ってるんですけど」みたいなど「どういうことですか?」<laughs> みたいな質問を受けたんですね。あそれ多分火災の 調査官の方でですすよって言ってて言ねもともと説明ちゃんとしてたんですけど火災の調査官の方が調査に来るので近所の方とかもしかしたらあのお声がけがされるかもしれませんよって言ってたんですけど、まあ、あのちょっとそれ失念してらっしゃったようで,でなんか変な人がかぎまってるうちの家のことかぎまってるんだけどみたいな <laughs> あの電話がありましてねでそれはあのこれこれこういうことですよっていうことでまあ安心なさってで結局話伺ったらかなりしっかり聞いてるということで私もちょっと驚きました。もう週週間間かから2週間ぐらぐいかけて ほぼに連絡を取って職場以前の職場そして実家え近所の人えそれから同級生えそして考えられる限りの交友関係ねあのまあ交友関係についてはリストを家裁に出していくことになるんですがそのリストに通りにまあ連絡ほぼにかけて生きているか知らないかえそういったことを調査されたようですでそれであの確かに最後に生きていると知られた最後の時から七年以上生死不明だということが家裁の調査官の調査によってはっきりしますとその調査官がレポートを 裁判官に上げて裁判官によって失踪宣告が発令されるという形になっていきますで失踪宣告がされると明日は、えー、失踪期間の満了時ですから例えば2013年1月1日にまあ生きていると知られた最後の時であれば死んだものとみなされるのは、えー、2月2020年の1月2日という形になっていきます戸籍にも失踪宣告の死亡日が1月2日という形で記載されていくということになるわけですさあ それではもう一つ特別失踪については戦争に行ったまま行方不明ないしは沈没した船舶に乗っていたことは明らかなんだけれども、えー、行方不明になってしまっているというような機難に遭遇したものこの場合機難の去った時から1年間生死不明であれば申し立てが可能ですでこの時の命日は機難の去った時いわゆる戦争であれば戦争が終結した日、えー、船舶沈没であれば沈没の日が命日という形になっていきます さあそれでは、えー、この申し立て請求権者なんですけれども、えー、請求権者に、えー、検察官が含まれていないことに注意してくださいこれ今年出ましたよね令和2年の4問目の「あ」で出ています検察官は人の生死に関わるわけにはいかないいわゆる公益の代表者として例えば、えー、いわゆる認知の訴えなど、えー、ですとかでまあ 父親が亡くなってしまった後なんかで被告、父親側として検察官が当事者になったりすることはあってもいわゆる人の生死、今まで生きているものとされていた人をある意味死に追い込む申し立てを検察官が公益の代表者として一般国民を死に追いやるみたいなそういうイメージですよ、ね、イメージとしてはそれはちょっと妥当ではないということでこちら、検察官は請求権者に含まれておりません。でこの点 いわゆる不在者財産管理人の請求権者に検察官が含まれていた30ページと比較をしてみてください。 さあそれではじゃあ次34ページに参りまして関連知識なんですが、えー、婚姻関係を解消するためならば何も失踪宣告によらずとも、えー、3年間の生死不明でもって裁判上の離婚原因となりますからこちらを使うことができると、えー、いうことになりますですから失踪宣告のメリットとすれば、まあ、もちろん残された配偶者に、えー、婚姻の道を開く再,再婚の道を開くということもあるんですがそれよりも残された財産に相続させるえということの方も こことととの方が大きいということだったわけですさあそして、えー、まず不在者になった場合不在者の財産管理人の選任が先でそれを先行させてからでないと失踪宣告の請求ができないかというとそんなことはございません、えー、不在者財産管理人の選任をすっ飛ばしていきなり失踪宣告ということであっても構わなかったわけです。 では34ページ失踪宣告の効果です、えー、失踪者、実はどっか別の場所で生きていたというような場合その別の場所で生きていた失踪者の権利能力を喪失させる効力を持つものではありません。 つまりどこか別の場所でひっそり生きていたそしてコンビニで何かおにぎりでも買おうとしたらいわゆるあなた失踪宣告が出てますから権利能力ありませんよってパンを買うこともおにぎりを買うこともできませんよみたいなそんなことは言われないましては誰が失踪宣告を受けたかなんてお店側は分かりませんし権利能力は奪われるものではない。 でさらに失踪者があ生きて戻ってきたまたは異なる時期に死亡したことが判明しても失踪宣告はみ、えー、なす制度ですからこれを取り消さない限り失踪宣告の効果は失われないということだったわけですさあそれではフラッと戻ってきて失踪宣告が取り消された場合この場合の効果、えー、3番の括弧にいきましょう家庭裁判所は失踪宣告を取り消すことになります 取り消しの効果失踪宣告は取り消されると初めから失踪宣告はなかったものになっていきますいわゆる白紙に戻るということです具体的には次の35ページ原則的に例えば B さんがあ失踪宣告され死んだものとみなされた後その後 A が亡くなったで A さんが亡くなった時配偶者の B は生きてない扱いですよって、えー、相続人同時存在の原則から A の相続人に B はなれない A の死亡時に B は生きていません扱いですから B は相続することができなかったところがその後フラッと戻ってきて失踪宣告は三で取り消されたとしましょうそうすると B が死んだものとみなされた効果は全て白紙に戻るということは A 死亡時に B は生きていた扱いにできるわけですよってできなかった相続が改めてできるようになるということが原則の効果の一番の、まあえー、具体例ということになっていくわけなんですね。 ところがこのように白紙に戻るのは原則ですが、すべて白紙に戻すとやはり混乱してしまうということもありまして、例外が設けられていたわけです。それが三十四ページの例外丸一丸二。次の三十六ページで見ていきましょう。三十六ページ開いていただいて、その例外丸一その一です。三十二条二項、失喪宣告によって直接財産を得た者は現に利益を受ける限度（括弧現存利益）で返還義務を負うと。 いうことで、えー、失踪宣告により直接財産を得たもの具体的には、えー、誰か該当するかというとワンポイントに書いてある相続人遺贈、えー、を受けた受遺者そして生命保険の受け取り人などが該当するということですでこれらものは a がフラット戻ってきてしまった暁には、えー、受け取った財産を返していくことになるんですがただ b が a の生存について 善意であれば現存利益の返還で足りる現存利益というのは現に損する利益の限度でしたよね現に手元に形を変えまたは元のままで存在する利益の限度で変換すれば足りるということで、えー、例えばあその壊れてしまったのであれば壊れたまま返せばよいとただし一番下にある有名な論点いわゆる、えー、生活費に使った場合には現存利益として残ってるという扱いだったわけです。生活費の場合には例ええー 800万円の保険金などを受け取って、えー、500万だけ手元に残って300万は生活費で使ってしまったとしてもですねその300万は、えー、絶対に使わなければいけないお金なわけですからえ別の財布に残った300万は現存利益として返していかなければいけないと。 でところが、万、遊興費で使った200万あ、これだから1000万か、1000万保険金とかで受け取ったとっいう例なんだね、500万残存し、300万生活費で使い、200万は競馬、パチンコなどの遊興費に使ってしまった、でこの場合には遊興費は現存利益とはなりません。 ななななんんか理不尽な気もも、ね、もしいいでもないんですけれども、えー、だから全額パチンコで使っちゃいましたということであればこれ返さなくてよいということになるわけです。でも毎年言ってるんですけどそうするとね、あのー、本当に面白い質問してくる人がいてで、えー、最近でもその質問を、まま、私も、ま、待てないもんだからその質問が来るのを待ってから言おうかと思った時もあるんですけどもう最初から自分で言っちゃってるんですけどそのああのよくある質問に「先生じゃあ、えー、1,000万全額パチンコで使って2,000万当たったらどうなんですか?」っていう質問がよく来るんです パチンコで使ってたけども大当たりした、ね、競馬競輪で大当たりしたっ、ね、てそ現存利益になるんですかというご質問でちなみにねこれはあのそもそもあの A から B を相手取って返還の訴訟などを起こした際に問題となるんですよ、えーまあ、もちろんもめずにねあの解消する時もありますけれども大体は返したくない B と返してほしい A とで訴訟になってしまうで訴訟になって訴えられるのは通常 B ですよ返せって。 返せって訴えられてる B がね全額有供費で使っちゃったんだだけど2000万当たったんだなんて言いますか 訴訟でで言わないでしょ自分が返せって訴えられてるのにいや実は2,000万当たっちゃってさなんてそんな自分に不利になることを訴訟で言うわけがないでもしそれを A が嗅ぎつけたとしてもですねそれがその今回の受け取った1,000万円から当たった2,000万円であるということを A が証明していかなきゃいけないんですですからそもそもバレにくいだろうしで B な自ら言うわけないからねバレないのが普通でしょうし万が一バレたとしてもその因果関係つまり今回の1,000万円の有供費からこの2,000万円 万円が、えー、当たったんだっていうことの立証を。 因果関係の立証は A に立証責任がありますから、通常はなかなかそれを証明していくということは難しいんですよ。で、実際の裁判例としてもそんなのはありませんし、だから、まあ、考えるのは楽しいんですけどその、試験的な問題にはならないということを <laughs> 申し上げておきます。さあ、それではじゃあ、悪意だった場合、A が生きていることを B が知っていたということであれば、やがて返さなければいけなくなるということを知りながら使ったということですから、これは利益全部、並びに3%の法定利息もつけ、さらに A に損害が生じていたら、 損害賠償も込めて返していかなければいけないという形になっていきますさあそれでは続いて37ページ例外二です失踪宣告取り消しによる例外えこれは失踪宣告取り消し後にあ失礼しました失踪宣告後に新たな法律行為がなされた場合のお話例えば土地を相続した A がこの土地を B に売却していたというような場合です さあ、この後、X が戻ってきて、失踪宣告が取り消された。で、この売買の取り扱いについては、AB 双方善意か、または一方ないしは双方悪意かによって結論を変えていったわけです。さあ、AB 双方善意の場合には、AB 間の売買契約は覆りません。有効のまま。 ただあ A が受け取った代金はあ先ほどの32条2項によってつまり A が善意ですから A が B から受け取った代金はあ現存利益の限度で X に返していくで B の所有権は変わりませんさあそれに対して A ないしは B の一方または双方が、えー、悪意であった場合でこの場合には AB からの売買契約は白紙に戻るつまり無効となりますで結果的に所有権は X に復帰し B は所有権を取得できない でこれが令和2年の4問目の「う」で出てますね双方悪意または一方悪意の場合には法律行為は白紙に戻り、えー、所有権は X に復帰する令和2年の4問目の「う」です令和2の4問目の「う」で、えー、こちらですねこのお取り扱いをまずしっかりと理解しておいてください。 さあそれでは、えー、こちらの双方善意の時のみ白紙に戻らない、それ、しっかりと理解しておいてください。さあそれでは38ページに参りまして、発展論点ではありますけど、これはあの出題実績がありますので、見ていきましょう、いわゆる絶対的公正の問題です、いわゆる X の失踪宣告によって、A が土地を B に売却した後 A、B 双方善意であった際、えー、この B が悪意の C に転売した時の取り扱いということなんです。 ですからケース1、2、3、4のパターンのうち出題実績があるところを中心にご覧ください。ケース1の A、善意 B、善意 C 悪、悪意ののこれはいわゆる絶対的構成というのは一旦決着ついたあとガチャガチャ結論変えるのが相対的構成一旦決着ついたあとあとどんな人が来ても不問に付すのが絶対的構成でしたよね。 でこれは A、B で一旦決着ついてるんです双方善意だからよってその後悪意の C が出てきても、えー、不問に付す絶対的構成が通説となっていきます全々で一旦決着ついたらあとはどんな人が出てきても不問だということ、えー、ケース1をまず覚えましょうその上でケース3も室内実績がありますこれはあ悪意悪意ときちゃってるのでもうここでそもそも A、B の売買契約は白紙に戻っちゃうわけですよ もう悪意悪意ですからもうその瞬間にもう AB の売買は白紙に戻ってしまいますからその白紙に戻ってしまった後、えー、C が出てきたとしてもですねこれ、不動産だったら即時取得の可能性はありますよ、えー、ですけれども今回不動産ですから即時取得の関係はあ,ありませんので、えー、C さんは普通は保護されない。ただまあ C がその 保護される道が唯一あるとしたら自故を取得ということになっていきますそれが一番下の発展論点のところに書いてある通りです室内実績ある2箇所を中心に覚えておきましょうさあそれではじゃあこの 例外2の32条1項講談のもう一つの例、失踪宣告後、新たな法律行為がなされた例、その法律行為が婚姻であった場合が39ページということになります。はいまず、X と A、えー、婚姻関係にあったんですが、X が、えー、失踪宣告によって死んだものとされた、そこでまあ A、奥さんだとしましょう、女性の A が B さんと再婚した。 で再婚した後になって、えー、元の旦那、X、が戻ってきたって招かれざる客みたいな、ね、あの戻ってこなくてよかったのにみたいな感じですけどそうするとこの時 AB の法律行為はどうなるのかということなんです再婚という法律行為はどうなるかこれもやはり AB 双方善意かそうでないかで分かれていきます。AB、双方のののの場合にはは、えー、婚婚婚いいわゆる新しい婚姻のみが有効となり X A 間関関係前婚関係は 復復活しません復活ししまませせんんで、えー、ところが AB が双方悪意または一方が悪意の場合には、えー、XA の前婚・旧婚関係が復活してしまうんですその結果、えー、A は、えー、重婚になってしまうという結果になりますつまり X 等の前婚関係も復活で B との新婚関係も存続。 となりますと、えー、必然的に日本においては重婚は許されませんのでどちらかと切らなきゃいけないでこの時 A は前婚相手の X との間を解消するのであれば離婚によることになりますでこれ法律上、えー、裁判上の離婚原因が770条1項5号その他婚姻を継続し難い重大な事情に当たりますので裁判でもって離婚することが可能です そして、もし B との関係を解消するのであればこれはえ重婚婚にによる婚姻取りり消ししの訴えを起ここていくことになります。まあどっちか選ぶって言ったら B ですよね多分ね <laughs> B ですよねその自分を置いて出てっちゃった X よりも B を選ぶんじゃないかなと B と、えー、選んで X と離婚するんじゃないかなということなんですが一応どちらか、えー、を選ぶことができると。さあ 下の発展論点は発展論点ですから見なくて結構ですさあこういった取り扱いが失踪宣告う取り消しの例外的取扱いとじゃあ失踪宣告は以上ですで次に四十ページ以降なんですけれどもこれ昔は民法の中に法人の規定いわゆる社団法人財団法人の規定があったものが平成二十年に一般社団法人一般財団法人の法律の方に移っている関係からもう民法中からごっそり抜かれてますだからちょっと今年このテキストから抜こうかなと思ったんですけれどもちょっと大きくページが変わるっていうことを、えー ががい、えー、いかかなものとと思ままししててちょっとそれを残しておりますただ、えー、一般社団法人、一般財団法人は消灯法の方で出題されるというのがもうね定説になってますから、ちょっと40ページから、えー、申し訳ないんですが、えー、40ページから、えー、この、えー、54ページまでのところはですね、あちょまっと待っ,ってください、えー、53ページまでのところは、特にご覧にならなくて結構です、えー、53ページのところにある、権利能力なき社団についても、まあ、あのー、 不当法のところで権能なき遮断名義の登記が許されないなどという論点の箇所で一緒にお話をしていきますので、ちょっと五十三ページから五十七ページまでのところもそのまま残しておいていただきたいと思います。特に今日の復習時にご覧になる必要はありません。さあそれではじゃあ石表示のところに移っていきましょう。五十八ページをご覧ください。さあ第二章意思表示、そして。 まずはあの意思表示、この意思の不存在、別名、意思の献血とも言いましたよね、意思がの献血というのは、いわゆる意思表示が、えー、あの内心的公開手と表示行為との間に食い違いがあることということだったわけです。 であまりにも基礎的すぎてこのテキストに実は書いていないんですけれどもあまりにも基礎的すぎてね、えー、ちょっとその <laughs> まあ2回目ですしまだまだがんがんやるような時期でもないですがちょっと本当に簡単に書きますよもうこれは皆さんもうあのメモしなくてもいいぐらいですよ意思表示の構造って、えー、どういう段階を経ましたままずず動動機機ががあありましたよね動機どんな意思表示にも必ず動機というのがあって でえー、動機があってから内心的航海士内心的航海でいわゆるこれが本心にあたる、えー、あのおこのパンカレーパン買おうなんていうねお腹空すいたが動機で内心的航海士がカレーパン買おう、ね、で単なる航海士と呼ぶこともあります。そして、えー、表示意 「カレーパンください」と言おうと思ううことととですねカレーパンください言お思って「実際にカレーパンください」という,う身振り手振りでも言葉に出しても、えー、構いません表示行為、えー。というこの4段階なんですがこのうち、えー、意思表示の本体と呼ばれるのはここでしたよね。 内心的効果意思」から「表示行為」までが意思表示の本体と呼ばれていくで、えー、表示行為のことを単に「表示」ということもありますから行為は一応四角でくくっておきますと、えー、これが意思表示の構造だったわけです。意意思の献血別名意思のの別名不存在というのはこの内心的効果意思と表示行為との間に食い違いがあること。えー、カレーパンを買おうと思っているのに アンパンくださいと言ってしまうとかね、えー、A 君に車を売ろうと思ってるのに A 君に車をただ、えー、であげるという表示行為をしてしまうなどというようにその内心的公開死と表示行為が食い違っている状態を医師、えー、の不存在ないしは医師の献血と呼んでいったわけですで、それが心理留保、えー、虚偽表示 えー、作語の3つだと一般的に分類されていきますただ今回の改正でちょっと錯誤の位置づけが微妙になりましたけどね錯誤の位置づけはちょっと微妙になりましたあとでお話をいたしますでそれに対して詐欺と脅迫この2つ、まあ、今回の改正によって錯誤はちょっと両方に関わるようになっちゃったんですけど錯誤の取り扱いがちょっとグレーになったんですがまあ一般的な詐欺と脅迫は意思、えー、可視ある意意思思表示というふうふに呼ばれてったわけですさあ意思の不存在と価値ある意思表示の違い何ですか 内心的公開死と表示行為との間に食い違いがあるのが意思の不存在意思の献血ところが可視ある意思表示は内心的公開死と表示行為の間に食い違いがないんですよね食い違いがないで要するに、えー、騙されて、えー、この車買おうと思いこの車ください脅されてこの土地売ろうと思い、ねえー、この土地売りますだから内心的公開死と表示行為との間に食い違いがないと、ねえー、いうことで えこれ全体として見るとだけど褒められた意思表示とは言わないので、可視ある、問題ある意思表示というふうに呼んででなるわけですで改正前までは、意思の不存在が心理留保、通報虚偽表示、錯誤、可視ある意思表示が詐欺、脅迫ときれいに3対2に分かれていたんですが、今回の再建法改正で、錯誤がちょっと両者にまたがるというか、ね、ちょっと後でそれは説明をしていきたいと思います。 さあそれでは、えー、まずは心理療法からですまずは心理療法からの取り扱いということで、えー、もうここら辺はあのそんなにダラダラやる必要ないでしょうね改正点を中心にちょっと説明していきますまず、えー、心理療法については定義が改正によって変わりました憑依者が真意でないことを知りながらした意思表示というふうに定義に変わったと ただ、まあ、あの定義の表現こそ変わりましたけど取り扱いが変わったわけではありません内心的公開しと表示行為との食い違いを言った本人が知りながらしている、ね、ですから売る気はないのに売るという買う気はないのに買うという本人が自分の真意でないことを知りながらしている意思表示だということです。で、えー、効果としましては言ったことに責任を持ちなさいということで、えー、原則有効である。 ところが例外、相手方があこいつ、えー、冗談言ってるよって知っていたまたはちょっと注意をすれば知ることができた時には無効という扱いになっていきます。 では適用範囲、身分行為には適用ありません婚姻や養子縁組などの身分行為には適用なく常に無効で相手方のない意思表示、相手方のない意思表示例えば物を捨てるなどの所有権放棄が代表例ですで相手方がいなければ93条たし書きの適用、まあ、今は93条1項たし書きえつまり相手方が悪意、有価質の時無効という取り扱いをする必要はないので常に有効。 だから要するに、捨てる気はないのに捨てちゃった、でもそれは別に相手がいないので、常に所有権放棄は有効という扱いです。で、株式の申し込みについては、ですね、これは会社の設立時や募集株式の発行時の申し込み、申し込むつもりはないのに申し込んだという言い訳は通さない、これ、会社側が悪意、有価質であっても常に有効ということに、これは会社法の論点だったわけです。 さあそれでは第三者保護規定が新設されております次の59ページ見ていきましょう59ページを見ていただくと、えー、まず A さんがですね、えー、売る気はないのに売ると意思表示をし相手方 B さんがそれを知っていたかまたはちょっと注意すれば知ることができた。 この場合にはこの AB 間は無効なわけあ失礼しました無,あいいのか無効なわけなんですよね。ところが B が善意の C さんにこれを売却してしまうと。 善意の C さんについては、93条2項で保護されていくことになります、これ、改正前は、94条2項、累積適用で、やはり善意の C を保護していたんですが、それを明文化したという形です、実質的な改正ではない、善意の C が保護されるというのは、実質的な改正ではございません。さあそそれして、えー、次にのの下の部分 A があそもそも善意無過失の B さんに、えー、これ売却した場合にはそもそも AB 間は有効なわけでそうしたらその後 C さんが悪意であったとしてもこれは絶対的構成ですね一旦 AB で決着ついているんだから、えー、その後どんな人が出てきても C は権利を失わないとこれ絶対的構成のお話ということになっていきます。 さあそれでは、えー、まとめていきましょう、えー、心理留保はあ原則有効で原則有効になる場合は相手方が善意無過失ということですそして例外悪意または有過失の場合には、えー、無効とただ悪意または有過失でも善意の第三者が出てきたら、えー、保護されるということだったわけですさあそれではねこんな初級講義みたいなことを聞くためにここに来たわけじゃないですよねですからちょっとねあの皆さんに一つ、えー、ある、えー、問いかけをしたいんですがそれはですね 一般的に誰かが保護されるために善意無過失が必要というのは保護されようとする人にとってはハードルが高いんですだって善意でかつ無過失じゃなきゃいけないというのは結構ハードルが高い、えー、狭き道というかねそういうイメージがやっぱりありますよね、えー、善意で足りる方が簡単に保護されて善意無過失だと結構ハードル高いなで今回ですよ冗談でもの言ってる A さんに対して 相手方 B が保護されるるために全員無過失ままで必要ととすののはちょっっどうなのって思いませんかだって冗談を言うような A よりも、えー、信じた B を救いましょうっていうのがそもそもの趣旨だとすると何でその冗談を言うような A よりも保護されるべき B の保護要件がそんなに厳しいのっていうことを思いませんか でこういう発想をぜひ、ね、持ってほしいんですで。と言いますのもこれ1年目の勉強ではなかなかそこまで思いが至らなくていいんですよ、いいんですよそれは私もそういういそこまでの話はあまりしませんしあ、まあ、私はしてますけど普通はしないでしょうしでこれですねあの2年目、だからこそ2年目3年目以降だからこそこういった視点で勉強してほしいつまりこれはですねその立証要件あじゃあ立証責任の問題なんです証明責任、立証責任どちらでもいいです、呼び方は。つまりえ A があ この B を相手取って訴えたとしましょういわゆる心理療法によって A が B を相手取って訴えたでその時に B は「いやいや私全員無過失ですから」って言いますよ絶対で私全員無過失なんで私は保護されますって訴えられた B は言うとでこの時にそもそも B が無過失か否かの立証責任は A にあるんです。 だから A が、えー、立証できなければ B は何も立証せずとも無過失が認められるつまり A が B の過失を立証または B の悪意を立証できなければ。 で立証責任を負担する方が重いというのは皆さん民をやってますから分かりますよね立証責任って負担する方がきついんですよだからその A が立証できなければ B は何も立証せずとも善意無過失が認定されるつまり決して B の保護要件善意無過失が B にとって酷なわけじゃないんですねでこういった発想なんで善意無過失まで必要なんだろうそれは、えー、立証責任は B にないからなんだよ A の方に B の悪意または有過失を立証する責任があるので決して B があ あのハードル、えー、高いいわけではない B はうまくいけば自分は全員無価値ですって、えー、いわゆる事実を主張した上であとは勝手に A が立証に失敗するのを見てりゃいいと立証を失敗するのをですね B は黙って見てりゃいいと。 A が立証成功しそうにならないように反証を上げなきゃいけないと思いますけれども、えー、それでも B は、ね、特段、えー、不利益なわけでは不利益というか、まあ、酷な立場に置かれているわけではないということは覚えておいてくださいこれねあとで結構重要なあの展開を迎えますからこの話覚えておくといいですよさあそれではじゃあ60ページいきまして次に94条2項通報、えー、の言葉はあってもなくてもよいこれは、えー、一人でやるのが心理留保 通貌表示は一人でできません相手と通じて、えー、心にもない内心的公開しと食い違う表示行為を行っていく相手方と通じて内心的公開しと食い違う表示行為を行うのが通貌表示だったわけですさあそれでは、えー、効果は、えー、お互いが売る気はないのに売るといい買う気はないのに買うといい、ね、お互いが通じ合ってるわけですからこれは、えー、表示通りの効果を生じさせる必要はないよって原則無効となります。 ただし虚偽表示による無効は善意の第三者に対抗することができませんので下の図 AB が通募虚偽表示によって土地を売買しでも B が A を裏切って善意の C さんに転売をしてしまうと善意の C が保護されると A は AB の無効を C に対して主張対抗できないということになっていくわけですさあそして例えばあの田舎の両親、えー、C さんを、えー 田舎の年老いた親 C をですね安心させるために A が女友達 B に頼み込んでですねちょっとえ結婚したことにしてくれないか、ね、結婚したことにしてくれないかなんていうようなことでお互い結婚する気なんかないのに結婚しましょうそうしましょうで通謀虚偽表示による婚姻をしそして全員の、えー、親御さん C の前で結婚の報告をするで C が全員であれば A は AB の婚姻の向こうを C に対抗できないのか、ね、そんなことはないわけです身分行為に適用ははないいのは93条ととと同じということです。 さあそれでは94条の善意の時期は、えーあのー、転売を受けた時期 C が B から転売を受けた時期に善意であればそれ以降悪意となっても保護されていきますでは次の61ページもうどんどんいきますよ、はい、AB 間で土地の仮想譲渡をしたあと土地の仮想譲渡をしたあと B が C に売買予約契約によってこの土地を C に処分したと。 bc が売売買買契契約約約ででなく売買予約契約だったでこの時善意の C の善意の判断時期は売買予約の時ですかそれとも予約完結権行使による正式な売買が成立した時に善意が必要ですかというとこれ予約完結権行使によって正式な売買が成立した時に善意でなければ保護されませんそれがあこの昭和38年の関連判例ですじゃあ次ワンポイント解説 えー、善意の C さんに対して無効を対抗することができないの意味善意の第三者 C に無効主張することは AB ばかりでなく他の第三者も許されない向こうは誰に対する関係でも無効だからです、えー、そして、えー、善意の第三者 C さんの方から、えー、自ら折れる形でいやいいよ、ね、あの私、えー、別に権利取得できなくてもいいからということでその AB の無効を C が主張してあげることは認められていますね。 要するに C さんを保護する規定ですから C が折れる形でいいよいいよじゃあ私取得できなくても構わないから AB、無効を認めてあげるよということは別に認められるとそれは許されますよというのが ② ですさあそしてえ続いて、えー、ワンポイント解説当事者間では、えー、94条1項によって無効であることは変わりません税の第三者が出てきたとしても当事者間では無効主張をすることは引き続いてできる。えー 例えば AB が94条1項によって仮想売買でその後善意の C さんが抵当権を取得してしまうと C に対しては AB が無効だとは言えませんですが A は B に対しては、えー、土地の売買が無効であることを主張できます、えー、よってこちらですね、あのー、A はあ例えば B に移転してしまった登記名義などを抹消するよう B に請求するということは引き続いてできる。 A が B に対しては無効主張できますから B に対して例えば登記名義を B 名義にしていたのであれば B から、えー、あの A に新名回復によって再度移転するよう B に求めたりまたは抹消登記をするように求めることは引き続いてできるということだったわけです。 では62ページ94条2項の善意の第三者この辺はでもちょっともう初級講義じゃないので94条2項の第三者第三者の保護要件権利保護要件としては善意だけで足りるのかというと判例はあこの94条2項の権利保護要件としては善意にプラスして虚偽表示に基づいて新たな独立した 法律上の利害関係を有するに至ったものという要件を課しておりますで虚偽表示に基づいて新たなこれは虚偽表示後にということですね虚,虚偽表示の後に利害関係を有するに至ったで独立したっていうのはちょっとこれ独立してないっていう場面が1場面しかないのでちょっとそこであとで説明しますちょっと独立のっていうのを正式に正面から定義するの難しいなので独立したっていう要件は、えー、後のページでちょっと説明していきます で法律上のという要件はこれはその虚偽表示のターゲットとなった物に関して利害関係を有するに至ったぐらいの意味です,だ要するに虚偽表示されたえターゲット例えば土地の仮想売買だったら土地に対して利害関係を有するに至ったという意味です。だ 虚虚偽偽表表示示ののタターーゲゲッットトになかしいか仮想売買なら仮想売買のターゲットになった、えー、その対象物に関して利害関係を有するに至ったぐらいの意味だということですさあ,あそして、えー、善意であれば足りるので無価値まではいりませんで登記名義もいらないということです さあそれではじゃあ該当例と非該当例なんですがこれをだらだら説明していると正直、これはさすがに皆さん覚えてますよね94条2項の善意の第三者ってどんな人って話で、えーまあ、いくつかちょっと具体例だけ説明しますと例えばまあ63ページの位置にはいいでしょうもう今さっきやりましたしで、えー、60その例えば64ページのところでその AB 間の仮想売買。 あちなみに仮想ほにゃららって言ったら「条1項に基づく法律行為ぐらいの意味です、ね、だ仮想売買」って言ったら、えー「94条1項に基づく売買契約」ということ「で譲渡」って言ったら「売買」と「贈与」のことでしたよね。でえー、今回はまあ仮想売買だと思っていただいてその後 C さんがこの土地を差し押さえたこれ新たに、ね、この対象物である土地に対して利害関係を有してますからこれは94条2項の第三者にあたります。 でそれに対してその次、丸4丸4ですね。これは A さんが B 銀行に対して例えば、大口の預金を預けてるかのような仮想をするで例えば B 銀行の支店長が点数稼ぎに友人 A に頼み込んで、えー、実際には預金を預けてないのに、えー、大口の定期預金を預けたかのような仮想預金債券を作り出したでその預金を C さんに債券上として債券上と通知が来た。 でこの時、善意の C さんがあこの B 銀行に請求してきた時に善意、えー、の C さんに対して B 銀行が「いやいやいやあれは預金は仮想預金だから、ねえー、払い戻しの義務はない」と、えー、B 銀行が言えますかというとこれ C は、えー、新たに利害関係に入りそして仮想の あの虚偽表示のターゲットとなる預金に関して利害関係を有するに至ってますからこれ C さんは保護され B は無効だとは言えないということだったわけです同じその手の問題が15年の5の絵ですので、まあ、皆さんの方でここは問題をね実際ご覧になってみてくださいさあそして、えー、続きまして、まあ、65ページのところは特に問題ないかと思いますので皆さんにお任せをして被害当例にいきましょうか66ページまず66ページの二、えー、のところ A b 間で仮想売買された土地に対して B さんに単に債権を有する債権者 C は新たな利害関係に入っておりませんよって C さんは新たなというですね法律新たなという要件と法律上の利害関係を有するつまり土地なら土地に対して何か利害関係を有するという状態になっていないので94条2項の善意の第三者として保護されないということですでこれ C が差し押さえしたらさっきのように保護されていったわけですね さあそしてえ続いてえ67ページやはり A から C に対してもともと存在する債権を仮想債権譲渡したでこの時に C さんがあ仮想債権譲渡について善意であっても C は94条2項の第三者になりません新たな利害関係を有するに至っていないからですよねさあそしてえ続いて四、ここですここがですねあの唯一 独立したという要件を満たしていないとして、えー、94条2項の第三者にならない場面なんですよって独立したという論点は実はここしかないので独立したっていう論点については独立してないこの四の事例だけを覚えておけばいいと思います、ね、あとはみんな独立してるっていうふうに考えちゃって大丈夫ですじゃあいきますよこれ A から S に対してこの債権は本物の債権ですでこの債権を A が仮想債権上としたんですね で B さんが仮想再建の譲り受け人です仮想再建じゃない仮想再建譲渡だからそれ AS 官はちゃんと本物の再建でそれを仮想再建譲渡 A と B つるんで売る気はないのに売るといい B も買う気はないのに買うと言ったでところがその後 B が A を裏切りまして S から回収しようとしたたんだっところが S の素性について知らないもんだから自分で S のところに行って再建回収する勇気はない。 でそのどんなな人かかわらないしどこに住んでるかもねよくいまいちわからないでそこで、えー、債権を回収してもらうプロに頼もうでちなみに債権を取り立ててもらうことを業として行えるのあ業じ業じゃないや取り立てるのを報酬を持って行えるのは実は弁護士のみなんですね債権の取り立てによって報酬を得られるのは弁護士のみと規定されてます、まあ、あとあのサービス会社なども、まあ、特別法でできるっちゃできるんですけど、まあ、ちょっとそれ置いといて、えー、よって もし、債権の取り立てをお願いするんだったらプロの弁護士に頼まなきゃいけないんですけれども実は世の中には非弁行為って言ってですねえ弁護士しかできないことを弁護士の資格を持たないのに報酬を得てやろうとする人がいっぱいいるんですよ、いっぱいいるんです、本当にいるんです、もうあの散歩歩けば当たるぐらいの確率でいるっていうイメージですよ、私はもう実務やってるとうわそんなことやったら弁護士法違反だよなんていう、ね、ことなんかもうもうしょっちゅう見かけますからでまさにそういう、要するなっていうかねあの、脱法行為をして、 不当な利益を得ている人っていうのは確かにいらっしゃって、まさに C がそういう人だと思ってください。つまり、えー、債権を取り立てて報酬をもらうそういうねあの非弁行為をしているまああのまあ,あの違法な行為ですよ、違法な行為をしている C さん。だけども普通に弁護士に頼むよりかは報酬が安いから B はその C さんにお願いしようと思ったね。 でこのの時にそ債権者が B の状態のままで C に債権の取り立てを依頼するのはさすがに弁護士法違反の思いっきり脱法,脱法じゃないや違法行為なのでバレバレです、なのでバレないように BC 間で普通の債権譲渡を行うんです。普通に債権を行う でこれは別に仮想ではありません普通に売る気があって売るといい C も買う気があって買うというだけれどもそれはあくまでも、えー、非弁活動が表沙汰にならないように取り繕うための目的でいわゆる、えー、C が債権者の立場を得て取り立ててきてそして、えー、取り立ててきた債権から報酬目的で何パーセントかを受け取ってあとを残り B に渡すという目的でもって債権譲渡をしたと思ってくださいだこの二の債権譲渡は普通の債権譲渡です売る気があって売るといい買う気があって買うと言ってますから。 C が形の上で債権者の立場を得てで S から正式に取り立てるんですで S から取り立ててきた債権をえ C が報酬をさっぴいて残り B に渡すでこれで B はまんまと回収できたと、えー、こういうようなことを行おうとした場合さあこの時に C さんが仮想債権で、えー、失礼しました仮想債権譲渡であることについて善意の場合 C は94条2項の善意の第三者として保護されますか いいですか、えー。C が善意の第三者だとして、えー、A から無効主張されたときに C がいやいや私善意だから私保護されますよと C 言えますかという問題です。これは独立した、えー、利害関係を持たないとしてですね、えー、第三者に当たらないというのが判例の見解なんです。でなぜ独立していないとされるかというと実は C さんはあくまでもお非弁行為がばれないように債権者の形を得て。 でもその本心たるや債権者の立場を得ていますけれども実際にはコミッション報酬ですね債権、えー、取り立ての報酬を得ることを目的に債権を受けているわけですそうなるとねやっぱりこれはあくまで本物の債権者として、えー、自分の債権を行使しようという意思ではなくあくまでも非弁行為が表立たにならないように債権者の形式立場を得るためにでその心は報酬を得るのが 一番の目的という、です丸、ね、二、えー、の債権譲渡であるがゆえに、それは C に独立した利害関係がない、あくまでも、うん、あくまでもですね、その B から債権者の立場を得て、えー、その心はもう報酬を得ることのみを目的としており、本物の独立した債権者として振る舞おうという意向がない、それがいわゆるここでいう独立していないという状態なんです。ちょょっと下見てみ,ま,見てみましょう。その、 C は独立の利害関係人ではないから C は独立の経済的利益を有しない C は手数料だけもらい取り立てたお金を B に渡す目的であり本来の債権者として回収してきた債権を全て自分の懐に入れようという目的がないんだとこの状態を独立してないと表現したんですで実は独立してないとされるのはこの例だけですだからこれ以外の場面はみんな独立してると思っていただいて問題にしなくて結構ですからこれだけ覚えておきましょうさあそれではじゃあ68ページご覧になっていただいて。 あとはそうですね68ページは特に見るだけなので皆さんにお任せしますえ続いて69ページご覧になっていただいて69ページのところでこれ AB 間で土地の仮装譲渡が行われた69ページの丸ね69ページの丸七、a b 間で土地の仮装譲渡が行われで B が建物を建てましただからこれは、えー、B が建てた建物なわけです。 で建てた建物を C に貸しましたさあこの時、えー、AB 間の土地の売買無効であることをもって C に主張対抗できますか C は94条2項の第三者に当たりますかという問題ですでこれは当たらないなぜならば法律上の利害関係ではないさっき法律上のって何て言いました仮想譲渡のターゲットに関して利害関係を持たなきゃダメなんですだから今回仮想譲渡のターゲットって土地ですよね 土地を借りりたたんだったら全員の第三者になります。ですが借りたのは建物ですから土地と建物が別である以上、不動産としては別である以上 C さんは第三者の法律上の要件を満たさないということです。はい、では丸8「八見ていきますと今度は土地の賃貸借地契約です。で B があこの… 借地の上に建物を建てましたですからこの賃貸借は借地契約ということになりますで建てた建物について C さんに譲渡をしたその譲渡が仮想譲渡だったんですつまり売る気はないのに B が売るといい C も買う気はないのに買うというそうすると建物を譲渡すると、えー、借地権は重たる権利で飼い主 C に一緒に移転しますよねいわゆる「重物は主物の処分に従う」 従たる権利は、主物の処分に従う。借地権は、建物所有権の売買に従う。これも八十七条二項類推適用、えー。もう一回いきますよ。従物は主物の処分に従う。で、類推して。従たる権利は、主物の処分に従う。で、今回従たる権利は借地権。主物が建物。そうすると、えー、借地権は、建物の処分に従う。 借地権は建物の売買に従うという形になります。となると C さんに借地権も、えー、仮想譲渡によって移転したことになる。でこれを、えー、見つけた A さんが何無断で借地権譲渡してやがるんだ。これ要するに、えー、賃貸ですから、えー、賃貸借の譲渡ね賃借権の譲渡か賃借権の譲渡には A の承諾が必要なんですよ。 賃借権の譲渡には A の承諾が必要なのに A は承諾してないよって今賃借権が C に譲渡された無断譲渡だと言って A が B ないしは C に対して土地の明け渡しを請求してきた、えー、賃借権の無断譲渡を原因に A がえこの土地の明け渡し請求をしてきた時にえあのこの時 A さんが善意の第三者として保護されますかという問題なんです。 つまり B c 間の売買について仮想売買について善意の A として保護されていくのか B 間の、えー、B 間の無効をもって A に対抗できるのかという問題です B c 間が無効だから借地権も C に移ってないんですよ BC 間が無効だということを A に主張対抗できれば明け渡さなくていいんですよ。 B c 間が無効だということを A に主張対抗できればいやいやいや借地権は C に移転してませんから無断譲渡してませんからと言って明け渡さなくていいところが B c 間が無効だということを A に主張対抗できないとこれ借地権の無断譲渡になっちゃいますから明け渡さないといけなくなるということですで今回は A は94条2項の第三者として保護されませんされないってことは B c の「無効」を主張できる相手ってことです BC が無効だから借地権 C に移転してませんと A に対して言えるということですよ BC が無効であることを A に主張対抗できる A が第三者じゃないからです第三者じゃないってことは無効主張できるってことです第三者じゃないから BC が無効だと A に言えますその結果借地権の無断譲渡ではないとして明け渡しに応じる必要はないということになるわけなんです。 まずここを理解していただいた上でじゃあ何でですか A はもともとの利害関係人だからです新たな利害関係人じゃないからと仮想譲渡の後に利害関係に入ったわけじゃないからだということなわけですね。 さあそれではじゃあここまでよろしいでしょうかちょあ取り上げなかったところは皆さんの方でしっかりと読んでおいていただきたいと思いますでは70ページ推論対策となっていますがもう推論は出ないので知識型問題対策としてお聞きくださいさあここはもうおなじみのいわゆるあの「お丸1」と「2」絶対的と相対的は「2」の話で「丸1」は絶対的と相対的な話じゃありませんよと、ね、いう話ですねまず AB 虚偽表示 C 悪意 C 悪意ですから保護されませんでその後出てきた D さんが善意の場合 D についいて94条2項を使えますかという問題これを絶対的公正と相対的公正だと勘違いしてる人がいるんですけど違いますよこれは保護される人は何人目でもいいっていう話です保護される人人は何人目でもでも良いすから、えー、保護される善意の第三者は何人目に出てこようが構わないわけですから D についても94条2項の第三者として保護されるとで D も悪意でその先の E が初めて善意でも同じ話になります。 さあ絶対的相対的的相な話は ② の方ですさっきから何度も言ってる一度決着ついた後にガチャガチャ結論変えるのが相対的構成、えー、不問に付すのが絶対的構成ですで今回 AB 虚偽表示の C 全員ここで決着つきましたもう C 保護される決着ついたその後に悪意者が出てきた時に、えー、ガチャガチャ結論変えるのが相対的結論変えないのが絶対的で通説は絶対的になります で、判例が出てるのは、この九十四条二項のところのみですが、基本的に絶対的で答えれば問題、えー、ないと。問題ないというのは、あの、正解するということです。<laughs> さあ、あの、推論では出ないと思うんですけど、一応絶対的構成の、その、えー、理由付け。のところを見ていきましょうか。絶対的構成の理由付け七十一ページです。C. や D. が九十四条二項で保護されるか否かは、各当事者ごとに相対。 あ間違えた絶対的公正の方を読まなきゃ絶対的公正ひとたび善意の C が94条2項で保護された以上その時点で C が絶対的確定的に権利を取得するのでその後の悪意の転徳者 D も有効に権利を取得することができるところがこの説には批判があるいわゆる、えー、法律をよく知るものであれば、えー、どうしてもこの土地を手に入れたい D が、ね、でも自分は AB の虚偽表示知っちゃってると。 だけどもいわゆるそこら辺の知らない C さんを間に、えー、介在させればですね、えー、悪意の D であってもまんまと土地を取得できてしまう。でなぜか法律用語ではその はダミーとして間に介在させる C なら C のことを「わら人形」って言うんですよ。これ私初めて勉強した時に「何でわら人形」ってあの牛蜜時に神社の杉の木にあの <laughs> 打ちつけるあの、ね、牛のコクマイルのわら人形がなんで出てきたのと思ったんですけどなぜか物の方には全部わら人形って書いてある「わら人形」ってこれダミーの C さんのことです。ダミーの C さんを間に介在させればで悪意者であっても有効に権利を取得するのはおかしいじゃないかという批判、えー、があると。 ただし相対的構成にも批判がなないい。わけじゃないちょっと読みなく読みますとこれもしそのガチャガチャ結論を変えて悪意の D なら保護しないということにしてしまうと D が取引関係について、うん、綿密に調査をするほど悪意となり保護されず現逆に調査を怠るほど善意となり保護されるだからチャランポランな飼い主の方が保護されてえ綿密に調査したら悪意になって保護されないって何か矛盾してないっていうのが1。 でえー、さらに、二についてはですねもし悪意者 D が保護されずに所有権を失ってしまうと結果的に D はいわゆる契約不適合責任で C に対して担保責任をお、まあ、追及することになってしまう、まあ、今回の改正で、えー、担保責任は債務不履行に統一されましたので564条による債務不履行責任を問われると書いてあります。で、まあ、でも契約不適合責任ですよね、あのー 買ってみたら他人物だったっていうあれですよで、えー、権利を取得できなかったとして C に責任追及をすることになりそうすると善意の C を保護しようとした趣旨に反するというのが丸 ② です次丸 ③ C が有効に転売しようと思えば、えー、チャランプランな転得者を探さなきゃいけなくなる、ね、要するに善意者を探して、えー、買わせないといけないって、ね、だけれどもそうすると、えー、いわゆる 大きな買い物であればあるほど飼い主 D も慎重になり調べちゃおうと悪意になっちゃう悪意になっちゃうと保護されないじゃあ,あの善意のままでいてくれる人を C は見つけて売らなきゃいけないそれって非常に流通性が制限されてしまうよねとでへ下手なあの人に売っちゃったら,ってか、まあ、から悪意者に売っちゃったらあとで何言われるか分かりませんしだから善意者に売らなきゃ C はいけないんだけど善意者ってなかなか見つからないというそういうことです。 でさらに、丸四、これが一番大きいですね全員者が出現すれば A は権利を喪失し悪意者が出現すれば A は権利を回復するのでいつまでたっても法律関係が安定しないと。 いうことからもう絶対的構成が通説判例ということになっておりますまあ推論は出ないと思いますよもう本当にあの過去問の中の推論問題やらなくていいですからねやらなくていいんですけれどもその知識型問題の形を取って、えー、推論のおような問題を出すことはまあ否定はされませんだから足レベルで絶対的構成教授と学生の対話型問題でで絶対的構成か相対的構成かまず結論を聞いた上で教授が学生にそれはどういうえー、あの考え方 そを根拠にしているか、えー、なんていう質問をして学生がそれはこれこれこうだからですなんていう形でねあの理由付けの部分や批判の部分が切聞かれることはまああり得るのでここは読んでおいてくださいさあではあ72ページ続きましては94条2項の類推適用の問題ですはい94条2項の類推適用、えー、例えば、えー、具体例73ページ見ていきましょう AB 間で、えー、通貌虚偽表示がないんですよね 要するに A が売る気はないのに B に売るといい B も買う気はないのに買うといい通報が両者の間にない A が自分の建てた建物を勝手に例えば息子 B 名義で登記したというような場合です例えば固定資産税を免れる目的とかですね B 名義の登記をしたでその B はそれについて知らされていないと。 だけれども後に知るところとなってを自己名義になってると気付いた B がですね、えー、それを善意の C さんに売却してしまうさあこの時 AB で通報がありませんよって94条1項そのものの場面ではないわけなんです。ですが、えー、これ94条と異常に共通点があるどういうういいいことかというとか、えー、条の1項、えー、いわゆる。 立法趣旨、ね、というか制度背景というか。 九十四条の一項のまあ背後には権利外観法理という考え方が存在するというの皆さん有名な話ですよね。権利外観法理というのはそれを名分で持って表した条文はありませんけれども九十四条だとか百十百十一百十二条ね表見代理のところなどに随所に表れているわけなんです。権利外観法理という法原則法原理というのは嘘の外観の存在ね嘘の外見の存在そして真実の権利者に落ち度奇跡さ 性があるそしてその嘘の外観を第三者が善意ないしは善意無過失で信頼してしまうこの3つのが揃った時に真実の権利者者よりも信じた第三者を保護していこうという法原則のことだったわけです、ね、嘘の外観の存在真実の権利者の奇跡性そして嘘の外観を第三者が善意ないしは善意無過失で信頼してしまうこの場合真実の権利者よりも信じた第三者を保護しようという考え方これを「権利外観法理」と呼んだ。 94条の2項の背後にはこの考え方が存在したわけです。で今回見てみるとこれ嘘の外見の存在というのは B 名義の陶器ですそしてその B 名義の登記を作り出したのは真実の権利者 A がやったことだから真実の権利者の奇跡性そして嘘の外見 B 名義の登記を C が善意で信頼しているちょうど権利外観法理の3つの要件が当てはまるわけなんです。 そこでそこでですね、えー、法律を解釈するんですよね法律の解釈というのは、えー、いわゆるここではですね、えー、違う状況の二つの場面違う状況の二つの場面があります。だけれども、えー、その二つの間に共通点があるならば同じ結論を取るこの何解釈って言いました類推解釈ですよね。 類推解釈です違う状況の2つの場面において、えー、同じ共通点があるならばそれを共通点を頼りに同じ結論を取っていこうこれが類推解解釈釈と呼ばれる解釈の手法だったわけですでまさに今回、えー、94条2項の条文の場面と今回の具体例一の場面は違う状況です通報がないから、えー、違う状況なんだけれども権利外観法理の3つの要件を満たしているという共通点があるんですよ。 共通点があるから同じ結論を取る類推解釈をしていこうということなんですよってこの場合も善意の C さんが94条2項類推適用類推解釈のことです類推適用類推解釈によって C を保護していくという結論になっていくこれが94条2項類推適用と呼ばれる問題でしたよね類推適用類推解釈同じ意味ですですから違う状況の2つの場面の間に共通点を見つけその共通点があるがゆえに同じ結論を取っていく それが類推解釈の手法だったさあそれではこの94条2項類推解釈なんですけれども本来の権利外観法理は第三者善意無過失まで要求しますですがえ権利外観法理の中でも一番有名なのがこの94条2項であるところから今回はその94条2項の類推解釈をするということですから基本第三者は善意で足りるとご理解ください。 下の丸にも見ていきましょう A があ、えー、B 名義の登記を放置する、まあ、例えば B が勝手に書類の偽造で B 名義の登記を、えー、してしまったっ、ね、要するに AB 通報ありませんよ通報ない B 名義の登記を A が、えー、あの関与せずに B が勝手に登記したでそれに A が気がついたわけですで気がついたんだったら抹消するなりすればいいのにそのまんま B 名義の登記を長らく放置していた でその長らく放置をしていた上で B が善意の C さんにその土地を売却してしまったやはり AB 間に通報がないので94条2項そのものの場面ではないんですだけれどもこれもやはり権利外貨法その,の,、ね、の外見の存在真実の A がほったらかすという奇跡性そして C が善意で B 名義の登記を信頼して取引に入るね 三つのの権利外観法理の要件を満たしているお共通点がある共通点があるからこれ、えー、94条2項類推適用によって善意の C を保護していこうということになるわけです。さあそれではこの94条2項類推適用と「更、え、新、ー、力の関係について答えよ」って言われたら答えられますか?えー「権利外観法理って更新力を適用した、えー、考え方ですよね」。丸かか。えー いいですか不動産登記には更新力は認められません。今回、この九十四条二項累推適用は、結果的に嘘の登記を信じた C が救われてます。 結果的に嘘の党機を信じた C が救われているんですが決して投機に更新力を認める考え方ではないですからね、間違いないでくださいね、あの去年も同じことを質問してきた人がいて、先生、結局94条2項累積適用ってあれでしょ、投機に更新力を認める考え方でしょって、いやいや、違う違う、それは違うよと、そ,それ、危険だよと、えー、言った記憶があります。あの ベテランでもやっぱ間違えてしまう。でもこういうで一つ一つ大事なところをしっかりと詰めていくことが皆さんには必要になってくるんじゃないかなと。いいですか。党機に更新力を認める考え方ではありません。党機に更新力がないのを前提として、ええ九十四条二項を類推適用する形で善意の C を保護する考え方なんですね。党機に更新力がない、それを前提として、だから別の方法で善意の C を保護しよう。じゃあどの方法を使う？ 九十四条二項を類推解釈して、善意の C. を保護しよう。両者の違いは何ですかええー、登記に更新力を認めるという考え方と。え九十四条二項を類推解釈して、C. を保護するという考え方。ええー、両者の違いは A. の奇跡性ですよ。更新力だったら A. に奇跡性なんていらないんです。奇跡性なんていらない。ただ嘘の登記を信じればそれでいい。 ところが、えー、この権利外観法理による94条2項累積適用だと A に奇跡性がなければ C が保護されないそこが両者の違いですから、えーえー、権利あ94条2項累積適用は、えー、更新力がないことを前提としてだからこそ別の手法によって、えー、それが94条2項累積解釈の手法によって、えー、C を保護しようとする考え方なんだと、ね。さあ、それでは、 この73ページにあるです、ね、いわゆる外形自己作出型とか外形他人作出型なんていうのを覚えなくていいですからこんな名称は重要ではありません。さあそれでは続いて74ページ、はいえー、これはどういう状況かというとまず A さんが, A さんがです、ねえー、B さんに対して通報せずに勝手に B 名義の仮登記を作出したと。 でこれをに気が付いた B が後に本当期に移した上で善意無過失の C にこれを転売するというような状況になった時、えー、これを時 C さん94条2項累積適用によって保護されるという話なんですがここ判例は94条2項並びに110条の方位により保護される110条表権代理です。表権代理については同、えー、同じ同じく権利保護 うん、権利外観法理が適用されているんですがあれは無過失までで必要でしたよねでその110条という条文番号が判例中に出てきているから C の保護要件が全員無過失になるという覚え方をどうやらしている人がいるんですが違いますよあの要するに条文で94条2項だけ引っ張ってきたんじゃなくて110条の方位によりというこの110というキーワードが条文,条文じゃないや判例中に出てくるからこそ 善意じゃなくて善意無過失まで必要,です、ね、要するに「百十条」というフレーズが判例中に出てきたら「善意の1個上善意無過失まで必要だ」っていうそういうふうに私習ったんですけどっていう方が時々いらっしゃるんですけど違いますから「百十条」というフレーズが出てきた時に「無過失まで必要」で「九十四条二項」というフレーズだけだったら「善意だけで足りる」ねそうじゃないんですよそうじゃない。あの 実は次のページ、これも全員無過失まで必要な例なんですけれども、ここでは判例の上部判例の理由の中で110条の言葉は出てきてないんです。110条というのを指摘してないのに全員無過失まで必要としています。で、あで状況を説明しますが、次の76ページのところは、えー、同じく110条というねフレーズが判例中に出てくるんですけれども、で出てきた上で全員無過失まで必要。 でつまりね110条という言葉が出てきたら無過失まで必要で94条2項だけだったら善意だけで足りるってそういうふうに覚えないでくださいこれはね要はバランシングの問題なんです、えー、つまり戻って74ページ、C、を保保護護すれば A の不保護につながりますで、えー、C を簡単に保護しすぎてしまうと A の不保護につながるわけでその A さんにも被害者的要素がある場合には A の まあ、保護といいいいうものもの一応図っていかななきゃいけないつまりあまりに簡単に C を保護してしまうと、えー、A の不保護につながり A に被害者的要素がある場合には妥当ではないまさに今回 A は仮登記にとどめていたのに B がそれを本登記にする本登記に B によってされちゃったそこに A に被害者的要素があるんですよ A はあえて悪用されないように仮登記にとどめておいたのに B が本登記をするでその上で C に売却。 でこの時に C の保護要件をいつもと同じように善意だけで足りるとするとそれは簡単に C が保護されることになり被害者的要素のある A さんにとっては酷だということで A の保護を図るため C の保護要件を1段階引き上げたんですだから無まで必要ということになっていく、えー、でそのように考えますと次75ページこれなぜ無まで必要かこれはですね A から B に対して所有権が移転したにもかかわらずこれで A と B の伝え方が悪くてですね司法書士に対して定答権設定登記の依頼をしてしまったと。どういうい 状況かワンポイント解説で見ていきましょうか、B は A から不動産を買い受け、代金全額を支払った上で、A に所有権保全の仮登記手続きを求めた、所有権移転の1号仮登記の手続きを求めた、ところが A は司法書士に借用証書,書等を作成させ、B もこれを所有権保全の仮登記のための書類であると思って押印し、司法書士に登記手続きを依頼したため、B 名義の抵当権設定登記がされた、いろんな人の落ち度が重なって、抵当権設定登記になっちゃった。 で B が所有権者ではなく担保権者であるかのような虚偽の外観は B の意思に基づくものと言えるしかし B は積極的に虚偽の外観の作出を意図したわけではなく B の奇跡性は小さいで今回真実の所有者っていうのは B さんの方です。です。 あの司法書士のミスも重なっていると、で、A. さんも、なんか、変な説明しちゃったりなんかして。いろんなミスが重なっているので、B. には落ち度はあるけれども、被害者的要素があるという事例だったんです。で、そんな中、所有権登記名義人である A. が C. さんに、これを売却してしまった。で、この時、真実の所有者 B. さんの、被害者的要素を加味して。 今回 C さんの保護要件は1段階引き上げ無過失まで要求するという結論になったんですねでここには110条という言葉がないですけれども無過失まで必要ととさされた例としてお考えください要するに要は真実の所有者今回は B さんと第三者 C さんとのバランシングの問題だとあちら立てばこちら立たずでね片方を簡単に保護しすぎると片方が保護されなくなるそのバランスを取ったんだと。 で次76ペ,で76ページ、です76ページこれすごい事例ですよ、これ私、あのロースクールにいるときにあの全部の事件記録読んだんですけれども、まあ、読まされてね、あのレポート書けとかって言うんで、えー、全部の事件記録、一審から最高裁まで全部見たんですけど、まあ、すごいね、これ、もう不動産屋さん、も本当、作詞だなと思うんですけど、あの目黒だったか、目白だったか、なんかとにかく一等地に立っているあの一戸、えー、建て、庭付き一戸建てで,で、その、 お子さんんのない老夫婦がが所有してたんですが旦那さんが亡くなってで奥さんがこれを相続したというような事例なんですねで奥さんあの広大な庭の一戸建てで一人お暮らし、まあかなりもう高齢だったんですけど人暮らしていたんですけど庭の定理が行き届かなくなってで、まあ、結構庭木がぼうぼうだったらしいんですねでそれに目をつけたっていうかそういう権利関係を知っている不動産屋さんがもう最初はもう完全に善意の塊を、ね、装ってその足しげくおばあちゃんとかに通うんです 庭木を切ってあげますよとかねなんかあの庭木を手入れしてあげますよとかって最初は庭木の手入れの名目でお庭に入り込んでですねほんとに庭木手入れしてお茶でも飲んで帰るでそういうの23回やるとすっかり心を許してそのあとどんどんお総菜を差し入れたりあとゴミ出しをしたりあっちゃこっちゃ不用品を処分するのを手伝ったりなんすよ老婦老婦 お,あのおばあちゃんですからいろいろそうやって不動産さんが来てくれて、ね、いろいろお手伝いしてくれるのをすっかり善意に、ね、乗っかってもうすっかり心を許してしまうでところが、ねそのえー、どれぐらいやったとかなあ半年ぐらいかな半年ぐらい入念にそうやって下準備をした上である時おばあちゃんの財産についてちょっとね調べあのいろいろあの節税対策、ね、してあげますよちょっとねあの権利書とか、えー、あの印鑑とかねあのそういうのをちょっと。あの 見せせてもらえませんか要するに節税対策としてこうこう税金高いでしょ固定資産税高いでしょちょっとねうまい資産運用のアドバイスをしてあげるから今おばあちゃんの財産ちょっと全部持ってきてもらえないかとかって言ってもう,もうすっかりおばあちゃんのも信頼しちゃってますから自分の財産の権利書全部ですね全部持ってきてであのあそ,それであの不動産屋さんの方ががそれをですね、まあ、見ましてじゃあねちょっとここにサインしてくれないかね。で要するに白紙人状ですよ白紙人状に、ね、サインをさせてでおばあちゃん もうすっかりいなりになっちゃってますからもう信頼して何かね節税対策でいいアドバイスをするために必要なんだろうってことで実印を押しちゃうで後から、えー、また売買契約書そこにはちゃんとね売買契約書ってちゃんとタイトルが書いてあるのにそこに売り主として署名・捺印を求められてで求められるがまま何の疑いもなしに本当にサインしちゃったんですよ。 で結局だからそれ不動産屋さんに不動産を売却するそれも二足三本の値段で売却するえ売買契約書にサインをし印鑑をし委任状、白紙委任状に印鑑をしなんと印鑑証明書まで預けさらにあ、違った印鑑カードを預けて印鑑証明書は取ってきてもらって登記済証ねあ権利書権利書も全部預けちゃう。で、その一等地の一個立ての、て 敷地と建物が知らない間に、えー、その不動産屋さんに売却されてでそこから速攻すぐ第三者に売却されてで、えー、第三者との関係で明るみに出たって。 で裁判ななったでそういうい、ね、事例なんですちょっと下ワンポイント解説76ページ見ていただくと、えー、以下のような A というのはおばあちゃんねおばあちゃんのあまりにも不注意な行為によって B への所有権移転登記がされた場合 A 合理的理由なく登記済証を B に預けた B 合理的理由なく印鑑証明書を、A、B に預けた内容使途を確認することなくまた売却する意思がないにもかかわらず B に言われるがままに当該不動産を売り渡す旨の売買契約書に署名を押印をする。 B に実印を渡し B が登記申請書に押印するのを漫然と見ていた <laughs> そのこれだけ見ると大丈夫なのおばあちゃんって思うんですけどでももうすっかりなんてマインドコントロール状態で、えー、いわゆるなんていうんですかね,、あのー、ねいわゆるもう催眠状態と言ってもいいのかマイ,マインドコントロールで信じ込んじゃっているので全然疑うことなくでも売却の意思は明確になかったで頭ボケてもいなかったでこういうような状況を経ての B からさらに全員無過失の C が転売を受けた。 で A と C の間で A が後に裁判となったと、で C は当然九十四条二項類推適用で事故のお、えー、まあ権利を C は主張し A は あの94条適用によって条2項類推適用によって,て AB が無効であるから C が保護されないと A は主張したでこれ結果裁判は何と言ったかというと A の奇跡性の程度は自ら外観の作出に積極的に関与した場合やこれを知りながらあえて放置した場合と同志しうる上に重い、ね、とした上でだけれどもだけれども A の その信頼関係を得るために B が足しげく準備をしていたそういう悪質性極まりない、まあ、後に B は逮捕されています、えー、悪質性極まりない、ねえー、そういった入念の準備でし,しっかり信じ込んでしまったという点また高齢で1人暮らしで誰にも相談できなかったというような孤独な立場であったとっいうような点が被害者的要素があるとされてですね、えー、C の保護要件を1段階引き上げるという。 C が全員無過失であれば C を保護しそうでなければ A を保護するという判断につながったということなんですでここでは110条という、ね、あのフレーズが入っていますが、まあ、こんなふうに A と C とのバランシングによって今回は A のそういった高齢で判断能力がまあ 認知症とかではなかったんですけど高齢ですっかり信じ込んで相談する相手もいなく1人暮らしで、ね、お友達も少なく、ね、もう旦那さんに先立たれ寂しい思いしていた、ね、というようなことがあってでさらに B がねそんな入念な下準備で虎視眈々と近づいてあの作戦練ってたなんてそういう悪質性極まりないという面もあって C の保護要件を善意だけではなく無過失まで引き上げたということになっていきます。 でこの判例とよく比較されるのが次の七十七ページ平成十五年の六月十三日の最高裁判例です。と見ていきましょう。これで、ね、X さんと。 Z との間で平成11年5月31日を期限として X 所有の土地建物の所有権移転および所有権移転登記手続きと代金の支払いと同時履行え引き換えとする旨の約定で本件土地建物の売買契約が締結されましたでまだ代金を Z が払ってませんから登記手続きは、えー、まだできないはずなんです売買代金と支払いと引き換えに登記の権利書だとか印鑑証明書なんかを、えー、渡すというねそういう約束になっていたでところが その際、A、Z の大トである A が X の奥さんに対してですね所有権移転のための事前準備に必要であると説明し X から順次白紙認証、登記済証、印鑑登録証明書 X の奥さんにのらりくらりとですねその説明をして奥さんから登記済証や印鑑証明書なんかを預かったと、ね。 でそれを悪用して代金払ってないのに Z 名義に移転登記をしでさらにその後順次 Y1、Y2 に売却をしたと Y1、Y2 は全員無過失ということになります。で でこの時ですねそれに気が付いた X が奥さんから相談を受けて「なんか今日、ね、Z が取りに来たわよ」ねあ Z かというか A さんが印鑑証明書と権利書取りに来たから必要だっていうから渡しちゃった」って奥さんから言われた X が知り合いの司法書士に、ね、連絡したんですねで知り合いの司法書士に連絡して「代金払うのと登記は引き換えだ」って言ってるのに代金もらう前に登記の 権利書とかを買い主側が預かるなんてことはあるのかって言ったらそんなことは絶対ないんですよその。絶対ないんです。絶対ないっていうね使用書士があの知り合いの使用書士の説明を受けたので慌てて X が Z ないしは A に返してほしいと。 再三にわたってて返してしほいて、ね、何のために持ってったのか説明してほしいというようなことを申し入れたのにのらりくらりと Z 側 A 側はそれを交わして専門用語を持ち出したり、えー、いやねこれこれこういう理由で必要なんだとかねなんかこう測量のために必要だとかいろんなこと言って全然返してくれないでもかなり X が食い下がって返してくれ返してくれって言ったのにずっとそれをその Z は無視している間の Y1Y2 への転売だったんです。 で、えー、実際その後 Y1Y2 を相手取りまして X が移転登記の抹消登記手続き請求訴訟を起こしたのがこの事件ということになります。 で、えー、判例は何と言ったか判例の用紙読んでいきますと X は事前の準備に利用するに過ぎないと信じ A に白紙委任状本件土地建物の登記済証、えー、印鑑登録証明書等を交付したものであって、えー、本件第1登記第1登記がされることを承諾というのは Z への登記がされることを承諾しておらず接着した時期に本件第 1Z への登記第 2Y1 への登記第 3Y2 への登記がされていると。 でまた、X が本件第1登記つまり Z への登記がされている事実を知ったのが5月26日頃であり、えー、Y らが本件土地建物の各売買契約を行った時点において X が本件第1登記を承認したものでないことはもちろん同登記の存在を知りながらこれを放置していたものではないこと A は白紙人情や登記済み証等を交付したことなどから不安を抱いた X やその妻からの度重なる問い合わせに対し言葉巧みな説明をして言い流れをしていたもので X が Z に対して本件土地建物の所有権移転登記がされる危険性について A に取 いただしそのような登記がされることを防止するのは困難な状況であったことなどの事情を伺うことができる要するに X が放置していたわけでも Z への登記を認めていたわけでも何でもないとむしろ X はスピーディーに動いて問い合わせをするなどしてですねきちっと対応しようとしてたのに Z がのらりくらりと、えー、それをかわしてたんだとだ被害者マックスって感じですよ被害者度マックスしたがって X は本件土地建物の虚偽の権利の帰属を示す外観の作出につき何ら積極的な関与をしておらず本件第一登記 今日放置していたものと見ることもできないのであって、え民法九十四条二項百十条の本位に照らしても、Z に本件土地建物の所有権が移転していないことをワイラに対抗しえないとする事情はないというべきである。ね、裁判官という好きですね、こういう表現ね。なんでなんでもっと素直に言わないんですかね。移転していないことをワイラに対抗しえないとする事情はない。どういうことですかこれ。あの二重否定は肯定の意味なので、対抗しえない一回目の否定。 事情はない二重否定うことは対抗しえないとする事情はないないないはあるってことですだから対抗できるというべきであるという意味つまり、えー、X は Z に所有権移転登記移転がされていないことを Y らに対抗できるというべきである意味対抗しえないとする事情はないじゃなくて対抗できるというべきである。 要するに Z に所有権が移転していないことを Y らに対抗できるという、ね、だ今回は94条2項類推適用をもってしても Y を保護しないたとえ全員無過失であっても Y を保護しないと94条2項をもってしても類推適用をもってしても Y を保護しない全員無過失でも保護されない場合があるよという例なんです。で要するに全員無過失であったとしても保護されないという判例もありうる。 いう事例として特にその先ほどのおばあちゃんの例とね比較対象して覚えておいていただきたいなと思いますさあそれではあのそうだねちょうどまあちょっと早いんですけどまありがいいのでじゃあ前半のところはここで一旦終了しましてえ10分間の休憩に入っていただきたいと思いますじゃあ休憩にお入りくださいはいえー、それでは後半の講義を始めてまいりたいと思います今日ですねあのその初級講座の開講の時にもちょっとお話ししたんですけれどもえー、まあ その私も実務のほう、ことしに入って結構、仕事が、まあ、コロナの影響は全くなくです、ね、仕事がかなり入ってくるようになっていましてでその関係であの副代理でちょっと私自身体が開かないことも多かったので自分の教え子や知り合いの司法書士周りの司法書士に副代理という形でちょっとお願いをしてで任せたりなんかする関係で多くの司法書士とまあ会う機会があったんですね。 多くなりましていろいろなあの、えー、実務家と話す機会がすごく今年に入って増えたんですけれども、まあまあ、今まで,でもずっと気付いてはいましたけれども司法書士って本当にバックボーンがです、ねえー、皆さんすごくバラエティー豊かなんですよ。 とまあ、弁護士の先生とととと大きく違ううこころいえば多分そこだと思うんですね、まあ、弁護士の先生ってあの、まあ、勝手なイメージかもしれませんが私も弁護士との付き合いは結構多いので、まあ、自分が知っている範囲で言えばです、ねまあ、ある程度やっぱりこうなんで同じような環境に生まれて、えー、幼少期育ててもらってで、えー、成長して高校大学と行ってで、まあ、ある程度こう、ね、人生の勝ち組を歩んでこられたような方が多いような思うで文化的環境がすごく恵まれているような家に生まれた方が非常に多いと。ね小さい頃 が塾行かせてもらったり、まあいいね、私立の中学校高校行って大学もある程度のところ行ってそして、まあ、司法試験を、ねえー、受けるにあたって親の援助を受けて、まあえー、若,い若いうちに司法試験を取ったりとか、まあ、そういったような同じような環境のバックボーンで生まれて生きてきた方たちが多いように思うんですだからある意味すごく人間的に魅力的な人多いですけれどもなんか優等生的な、ね、イメージというのは私の中で勝手にある、まあまあ、私の周りにいる弁護士はそういう人が多いというのはあるんですけどなんですが司法書士って、ね、すんごくもう雑多なんですよ。もういろんな いろんなあのバックボーンいろんな成長の過程いろんな家庭環境そして経験を積んできた方たちが、えー、5万といるとあ5万はいないんだけどあのごっちゃにたくさんいるとだから例えば中卒でその昔やんちゃしていてですねでそのお付き合ってた彼女が妊娠してで結婚しなきゃいけないだけど中卒でろくな仕事もつけない、ね、で本当にお金握りしめて、えー、あれですよレックに、えー、中卒の僕でも取れる最高の資格をくれと、ね、で司法書士が何たらぞも知らないでその場で申し込んでなんていうそういう人で、ね、あの短期で受かった方 も過去にいいらっししゃいますそそれこ,そこう新宿ですよ、ね、あの歌舞伎町のホストでえ本当にあのホスト現役でやりながら司法書士一発合格したなんていう人過去にもいましたしそれこそキャバ嬢をやって、ね、あのお,なんですかお店出て、ね、あのアフターまで行ってで1時2時に帰ってきて「えまず先生私どうやって勉強してるか知ってます」ねね、あのまずね水を2リットル飲むんです」とか言って、ね「水を2リットル飲んでどうすんの?」って、ねで「そしてねお酒を全部出すんですね」っ <laughs> て言って出してどうするんだって、ね、もう吐いた後その後頭は,はっきりするんで。 そこから朝まで勉強して、ね、朝からあのちょっと寝てでまたあのあの夕方にお店に出てなんて言ってそういうふうにやってもう本当にお店に現役のキャバ嬢として出ながらね一,一発で受かった方っていうのが過去にいらっしゃるでそういうようなそのお、まあ、接客業系をやっていた方がいらっしゃるかと思えば大工さんだったとかね。あとはそのお、えー モデル事務所のスカウトマンだったとかいう人それから、あとはのこの間あった人の面白い人あキックボクサーもいますしそれからえキックボクサー私の教え子の,あの、えー、2回目で受かったこの実践力で、ね、受かったんですけれども、えー、人だけかなと思っていたらですねこの間、ダイレクトメッセージでツイッターにそのー私をフォローしてくださった方の先生が挨拶にメールをよこしてくださったんですが実は私、もっとプロのキックボクサーですなんていうもんだからえキックボクサーってそんなにうじょうじょういるもんなのかな 私の教え子で今現役の司法書士やりながら現役で試合出てるキックボクサーを知ってますかなんて言ったら、まあ、ちょっとその方のことは知らなかったんですけれどもいやあの知らなかったですなんて言ってで元キックボクサーで今は司法書士やってるとで YouTube 動画で、えー、キックボクシングの,あの、えー、ダイエットの動画を実は配信して、えー、現役の司法書士でもあるなんていう、ね、そういうような方がいらっしゃったりだとか皆さん本当にいろんなねあの背景を持ってる方がいらっしゃってまあ本当に楽しい業界だ だからいろんなね幕府も持ってるからこそ、えー、同期と話していてもまた、えー、同じ同業者と話していても本当に楽しいんですもう本当に、まあ、弁護士業界は分かりませんけれども司法書士業界はよ一匹狼的なイメージが私もともとあったんですけどここへ来てなんかイメージがだいぶ変わりましたねすごくやっぱりあの横のつながりを意識するしみんなつながりたいと思ってるしそして困った時にはね、えー、助けてあげようっていう気持ちをみんなが、まあ、みんながみんながかどうか分かりませんけど少なくとも私が知ってる司法書士は そういうことをね、やっぱり思ってる先生がすごく多いね。だから誰かが困ってると必ず助け舟をね出していくようなことはよく周りでも見聞きしています。ですから、えー、皆さんもね、あの消防士として、えー、世に出て、えー、行かれた際にはね、そういった横のつながりというのを、えー、ぜひね大切にしてほしいなと思いますし、まずは同期ですよね。ここにいらっしゃる方たちがみんな同期になれるように。で、同期って本当に一生の、えー、あの友人関係になります。ま,まさかね、その三十四十超えてですよ。友達百人できるかななんていう。 そういうい経験って普通の人はできませんでも、司法書士だとできるんですいきなり友達が100人規模でできてくるて100人も200人も同期とつながればですよそれは自分の心を許せるような同期何十人もいますよそういった仲間と、ね、大人になってからもあこんなに親友っていうものが作れるんだっていうことに私も本当に当時驚きましたしその仲間ともう私はもう四半世紀前ですから合格したの26年前の同期といまだにつながっています。し周りで 助け合うというい話もよく聞きます、ね、で私の同期はもう、えー、司法書士会の会長レベルになってるんで今神奈川会の会長も私の同期なんですけれども、まあ、非常にあの仲良くさせていただいてましてね、えー、私はあの登録してまだペーペーなんですけどまだ7年目ですからねまだひよっこなんですがそれでも合格年度だけは古いので割と結構その、まあ、皆さん、ね、あのたくさんの方とつながれて、えーまあ、あのいい思いさせてもらってるんですけども皆さんとね早く早く実務でそういう例えば私が受けて。 でできないいい仕事を、ね、自分の教え子に今出してんですよいっぱいあの方々にいこの仕事はちょっと私できないなじゃあこの件だったらお教え子の何とか先生だと得意だろうってって電話してちょっとこの仕事あの副代理やってくれないっていうふうにお願いしてまた別の仕事が来たら別の先生に出してっ、ね、いろんな教え子に仕事を出してるんですけど早くねそういうつながりを皆さんとつながりたいなと思ってますのでもうねあのとにかく目の前の合格を勝ち取っていきましょうでそのためには、まあ、今やってるところはそう難しくはないんですけれどもしっかり民法をねやっぱ取っていくっていうことが大事です ですから民法はもうとにかく賞味期限が短いもうあの伸びたと思ってもすぐ落ちますから、えー、そこのところを、ねえー、とにかく丁寧に、えーえーあのー、学んでいってほしいと思いますじゃあ95条の錯誤に参りましょう錯誤は、えー、改正によってその意思の献血という面と それから、えー、可視ある意思表示という面あの、両方の性質を持つに至った、今までは、意思の献血、つまり内心的公開意思と表示行為との間に食い違いがあるという方に分類されていたのが、今回の再建法改正に伴いまして、意思の献血の要素と、えー、可視ある意思表示、つまり詐欺・脅迫のお、えー、性質と合わせ持つという形になっていますので、ちょっと注意が必要となります。さあまずのの、えー、の定義です表示内内容と心 とのの間にががありその不一致を憑依者自身が知らないことまああのちょっと定義改正によって変わりましたけど実質的にはあの変わっていません皆さんが今まで習ってきた内心的公開しと表示行為との間の食い違いを本人が気が付いていない。 つまり、えー、カレーパン買おうと思ったのに口に出た言葉「アンパンください」でその言い間違い、えー、勘違いに本人が気が付いていないというのが、まあ、従来の錯誤の定義だったわけです、えー、前半でやったこの内心的公開しと表示行為との間の食い違いを本人が気が付いていないそれが従来の錯誤の定義だったわけですが今回それに、えー、詐欺・脅迫の可視ある意思表示のお性質も併せ持つようになったというのはどういうことかというと。 これ動機の錯誤が95条の錯誤であると明文をもって、えー、いわゆる、えー、規定されたという点にその、えー、なんだ説明ができましたよねつまり動機の錯誤というのはこのお内心的公開士の前にあたる、ね、意思表示の本体ではない動機の部分に勘違いがある例えばこの土地の近くに駅ができるだろう駅ができるここが間違いだった。で、えー 公土地の近くに新駅ができる。ね。で、えー、よし公土地買おう。公土地くださいと言おう。公土地ください。ということで、内心的公開し公土地買おう。表示行為公土地ください。でこのように、えー、な動機の作文は食い違いがないわけです。えー、ですから意思の献血、意思の不存在ではない、ね、ところ、お 今回の改正によって95条、動機の錯誤についてもその動機の事情が法律行為の基礎とされていることを表示していればつまりこの近くに駅できるんですよねっていうことを口に出した上で意思表示していれば動機の錯誤も95条の錯誤に当たると明文を持って規定されたということは、内心的公開しと表示行為との間に食い違いがないにもかかわらず95条の錯誤に当たるとされたということなんです。 えー、この点がいわゆるう内心的公開視と表示行為との間に食い違いがないという点が詐欺・脅迫と、えー 同じ性質を持つつまり可視ある意思表示の方に分類されるという形の取り扱い,取り扱い分類されるということになります。ですから錯誤は二面性がある意思の不存在つまり内心的公開意思と表示行為との間に食い違いがあるというね心理留法通報虚偽表示と同じ意思の不存在意思の献血とも呼ばれる形態と詐欺脅迫同様内心的公開意思と表示行為の間に食い違いがない。 可視ある意思表示と呼ばれる形態の策誤と2つの形態に分かれるというところそこをまず注意をしてみてくださいそして改正によって無効主張から取り消しに改められたということも、まあ、代表的なあ変更点ということになりますまあもうね毎年言っているもう笑い話にし,しかならないまた出ましたよまた出ましたもうあの私いまだに全国の司法書士会に呼ばれて 最近でもズームでやってますけれどもズームで司法書士会主催の再建法改正の研修講師を引き受けてるんですが、えー、最近ではあの、えー、と静岡県会に呼ばれてあとはこの間は福島県会で、えー、とそのあと,あとはどこだ鹿児島県会沖縄県会、えー、とあとどこ行ったっけあのとにかくいろんなあの司法書士会主催の新、えー、理研修にやってやって 会員研修ですね会員研修の研修講師として頼まれて最近ではズームでやっているんですがこの間もズームでつないであれは全国の司法書士の任意の方を相手に債権、えー、法改正と相続法改正の研修講師をやったんですけどやっぱズームで最後質疑応答の時間を、ね、あの取りましたらうわまた出たっていう質問がねもうあの3回目です、3回目。あのー やっぱり3人ともおじいちゃんの先生なんですけどおとといの木曜日にあの研修をやったんですがその、えー、質疑応答の時に錯誤、あのー、について質問したいんですけど、はい、どうぞって言いましたら錯誤 <laughs> が取り消しになったって聞いたんですけど。 前から取り消しですよねとかね前から取り消しですよね改正前から取り消しですよねとかっていう先生が質問されていやみんな聞いてるのによく自信持ってその質問しちゃうなというねあの受験生である前に現役の司法書士ですよで私は昔から取り消しだって言うんですね私は昔から取り消しだって習ってるいやいやいや昔は無効だったんですよっねで改正によって取り消しになったんですって言っても全然引き下がらない3人が3人とも引き下がらないんでなんでそんなみんな自信があるんだろうなって思うんですけどで前 周りの先生ねなんかズームでつながってるあの顔が見えているビデオが解,解除されてる先生たちはクスクス笑ってる映像がね、まあ、あの私のとこに届いたりなんかしてかみんな笑っちゃってるんですよだってね向こうだっていうのがそれが再建法改正で取り消しになったなっていうのはもう皆さん知ってることなのにそのおじいちゃん先生曰くいやむかくか昔から取り消しだって、ね、昔から取り消し私はそう習ったってで君は間違ってるみたいなさ一番最初に言われた時は2年ぐらい前改正法直後、えー、施行前にねやった研修の時にも同じことで頑張っちゃった先生がいて 最後の最後まで引き下がらなくて司会の人が苦笑してあのこはまだコロナがは行ってなかったので会場でもって抗議したんですけどそのマイクを渡して質問してもう最後まで引き下がらないんです、ね、もう私は絶対にあのそれは認めないとか言って絶対に取り消しになったの、ね、わけではなく昔から取り消しだみたいな、ね、司会の人がもう見,見かねて、まあ、まあなんとか先生、まあ、ちょっとここはもうじゃあちょっとあとでまた先生にちょっと1対1で質問してもらってここはちょっと放課の方もいらっしゃるねなんて言って一応な、ね、だめてもらったんですけどで、まあ、そういうような、ね、先生がいたりだとかあと笑っちゃうのが。 やっ,ぱりやっぱりそれもおじいちゃん先生だったんですけど「そのはい」って手を挙げては「どうぞ」ね。それは対面でやってた頃の研修で「あ,のあなたの話は 多分,分かりやすかったんだと思うんだけどなんせ今の民法が分からんのよとか言うように今の民法がもう分からなくなっちゃってるから改正法を習っても全然頭に入ってこない今の民法が分からないから改正法の講義を受けてもどうしようもないみたいなそれ質問じゃなくてあのご意見ですよね感想ですよねっていうようなもう周りがやっぱり笑っちゃってですね周りの先生たち大笑いしちゃってるんですけどまあでもこれは大変だなと思ったんですよ再建法改正しよう助手特に、まあ、あのベテランの先生たちついていけないんじゃないかなと思いましたら。 案の定、大変なことになっています今、実務で再建法できる先生と改正に対応できていない先生きれいに分かれちゃってますでも、ね、そのできない先生というのはもう依頼人側ってすごく勉強しているんですで特にあの銀行系の、えー、融資担当の方ですとか保険会社ですとか損害保険会社ですとか、えー、といわゆる提督権設定したりする方の金融機関の融資担当者の方たちってその勤務時間中に定期的に再建法改正講義を実は受けているんですね。で そういうい研修をあの社内プログラムでで受けてるんです私、そういう銀行の担当者の再建法研修講師もやってるんですよ、<laughs> それもやってるんで、そういうことで銀行側に招かれて研修をしたりしてますから、皆さんがどれだけ真剣に再建法改正を学んでるか知ってます、そういう担当者から依頼を受けた司法書士が、えー、適当なことを言ったら一発でバレるんです、あこの先生、再建法改正対応できてないな、すぐに足元見られます、足元見られたら速攻を切られます。 だからそうやって再建法改正対応してないのがばれちゃって今までの仕事が来なくなったっていう話を最近非常によく聞くんです。で慌てて研修に駆け込んできてで、まあ、その司法書士会主催の研修だったり、まあ、私がお一,一昨日やったのはその任意の有料のねあの研修費のお金を集めて。 有料でズーム研修を、えー、行うという、ね、あの研修会をやったんですけれども、まあ、200人の方がやっぱ同時に参加していると司法書士だけですよ司法書士だけで200人がリアルタイムで参加していましたのであ皆さん、危機迫ってんだなとで周りからもやっぱちらほらあの先生や、えー、まずかったらしいよあの先生やら、やらかしたらしいよ、ね、あの先生、債務免除の原因日付ああの面積的債務引き受けの,あの原因日付間違えて補正食らったらしいよとかあの先生、債権法の改正の対応ミスって取り下げになったらしいよとかそういう話ちらほら ら最近聞きますですからねこれは新しい司法書士にとってはすごいチャンスなんですすごいチャンスだって、えー、周りがみんなそうやってどんぐりのせ比べしている中で「私できます」てね、もう再て最完全対応」とかいうホームページ作ってですよでそういう言葉だけの嘘ではなく本当にリアルが伴ってなきゃダメですけれどもでも周りがそんな状態ですから、えー、頭一個抜きんでるのはそう難しくないだったらやっぱ早く実務に出てほしいなというふうに思いますので、えー、特にこの錯誤なんていうのをね改正点しっかり掴んでいきましょう。 さあそれではじゃあ78ページのまずはこれえ要件について要件効果についてはその後ろの次の79ページ以降のところに要件効果がまあさらにまとまっているのでえまあいいか78ページ順番通りいきますかじゃあ効果え原則表示の錯誤または動機の錯誤に基づく意思表示で。 表示の錯誤っていうのは「内心的公開しと表示行為のののい違いがある従来からの作語のことですカレーパンください」って言おうと思ったのに「あんパンください」って言っちゃった、えー、内心的公開誌と表示行為の食い違いがあるのを表示の錯誤その間に食い違いがないのが同期の錯誤に基づく意思表示でその錯誤が法律行為の目的及び取引所の社会通念に照らして重要なものである時にこれを取り消すことができると。 さあ例外はこの後見ていきますので第三者法規をもちょっと後で見ていくことにしましょうまずこの点につきましては79ページもう一度繰り返しますえ79ページの2の括弧1意思,表示が意思表示に対応する意思を書く作語だから要するに内心的公開しと表示行為の食い違いがある表示の作語または表依者が法律行為の基礎とした事情についてその認識が真実に反する作語いわゆる動機の部分に勘違いがあった動機の作語に基づくものであることを要するただし丸 法の規定による意思表示の取り消しはその事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていた時に限りすることができるこれも従来の判例理論と変わりませんいわゆる動機の部分を口に出している、えー、基本的に口に出していることが必要つまりこの「公土地の近くに駅ができるんですよね」って口に出した上で、えー、意思表示をすると「公土地ください」という意思表示をすることが、えー、作語取り消しの要件となっていきます で、一応このように口に出すということになるんですが、えー、口に出さない、目次でも良いとした判例が次の関連判例です。えー、競技離婚に伴う財産分与契約において、分与者は事故に譲渡所得税が課されないと考えていた。実は競技離婚に伴う財産分与に関しては、分与した方、受けた方、両方に譲渡所得税というのが課されます。 でえー、ところがこの分与者である男性は自分には税金がかからずもらう元妻にのみ税金がかかると思,思っていたんですねそしてそのような間違った理解を前提としむしろ非分与者である元妻に課税されることを案じる会話をしていた渡す僕はいいけどもらう君は大変だねこれが原文ままですあの、えー、実際の発言渡す僕はいいけどもらう君は大変だねっていう言葉を、えー、会話中で行っていたんですね ところが実際には分与した元旦那さんの方にも極めて高額の譲渡所得税が課せられるという事実が後に判明し分与者はこれを動機の錯誤であるとしてで当時は改正前ですから動機の部分を口に出していれば錯誤無効の主張ができるという判例に従い自分は動機の錯誤で無効主張をしたというそういう判例なんです当時はは無効今は取り消しです。 でこの時に問題となったのがその、えー、間違ったあ基礎となる事情今回は分与者には税金が課せられないというですね間違ったあ事情についてそれをお表示していたかいわゆるということが問題となったで実際には自分には税金は課されないとはっきり言ったわけじゃないんです渡す僕はいいけどもらう君は大変だねとしか言ってないね。ね でえー、ところがあ、この表現が目次的な動機の表示に当たるとしてです、ね、意思表示の内容をなしていたと返されるので分与者はその意思表示の当時は無効現在は取り消しを主張することができるという判断がなされたのが平成元年判決と出題実績がございます、うん、さあそれでは続いて要件、えー、その括弧に錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであること」。 で作語が法律行為の目的及び取引所の社会通念に照らして重要なものである時と言えるためにはその錯誤が当該法律行為の目的にとって重要であることとその錯誤が一般的にも重要であることが必要であるということでいわゆるその些細な錯誤では、えー、些細な勘違いではこれは錯誤取り消しを主張できない従来と実際には表現こそ改,改まりましたけれどもいわゆる 従来は要素の錯誤と言っていた実質面の変更はございません契約の重要部分に関する錯誤という意味でえ昔から内容は変わっていない表現が変わっただけです。 さあそれでは重要な錯誤になりうる具体例を覚えていこうということでこれは高家,、えー、家屋を買う意図で「大津家屋」と表示するなど目的物の、えー、対象を間違えてしまった目的,目的物の同一性についての勘違いは重要な錯誤になります。 そして土地売買における飼い主の支払い能力に関する策誤、公務員だと思っていたのにフリーターだった、ね、別にフリーターが悪いって言ってるわけじゃないんですけど支払い能力の面においてはやっぱり差があるその勘違いも重要な策誤になりうる三、はい、受任者を弁護士と誤信するだから弁護士じゃないのに弁護士だと誤信して委任契約を意思表示をしてしまう委任者の当事者の同一性同一性というのは人違い正常肩書き違いです 要するに同一性は人違い正常肩書き違い、えー、に関する勘違いも重要な錯誤になりうるそしてまた、えー「保証契約においては主催務者が誰かについての勘違い」例えば「A の保証人になる契約だと思ったのに B の保証人になります」と意思表示をしてしまった、えー、これはあ重要な錯誤になりますが。 高、えー、銀行と保証契約を締結しようと思っていたのにオツ銀行と保証契約を締結してしまったというのはこれは重要な錯誤になりません。というなぜかというとだから例えば A に貸す金賞契約を締結しようと思ってたのに B に貸しますと意思表示をしてしまったとかそのいわゆる契約を締結しようと思ってたのに B に貸しますと意思表示してしまったとか。えー 大企業の従業業員、大企業の正社員にお金を貸そうと思っていたのにアルバイトの方にお金を貸す意思表示をしてしまったというような人違い、肩書き違い借り主だったら重要な錯誤になりますが A から借りようと思っていたのに B, B に貸してくださいって言っちゃったみたいな貸主の人違い、肩書き違いは重要な錯誤になりません。 でなぜかというと、これ、保証契約の債権者もそうなんですけど、日本においては、借り主が誰かというのは重要なことであっても、貸主側、また、保証契約の債権者側、これ大体いい金融機関ですよえ、それを勘違いしてもですね、それによって、借り主や保証人があ極端に酷な立場に置かれるということはないからだっていうんです。A A 銀銀行だろうが B 銀行だだろろろろううううが B であろうがががが B B 者でで また保証契約を締結する相手方債権者が公銀行であろうがオツ銀行であろうがそれによって大きく保証人や債務者の立場が変わることはないなぜならば日本は法治国家でいわゆるなんだ貸金業法というですね法律かなり厳しいんですだから夜9時以降は特速の電話かけちゃいけないとかこういう時には支払いの請求の電話取り立てをしてはいけないとかねそういうのはかなり厳しく決まっているとだからその誰が債権者であるかによって債務者が極端に にになな立場に置かれるとといいうことはないんだだから重要な錯誤にはならないんだって説明するんですよ。で私も勉強した時ふーんと思った勉強した時初めて聞いた時ふーんそうなんだ債権、ねまあ、者が誰でもそんなにね変わらないんだって思って納得したんですけど。 いざ自分が私あの前職この講師になる前は、えー、某ノンバンク中小企業金融っていうの中小企業商工ローンですよ商工ローンの大手の企業の法務部で支配人をやっていたのでそれこそえ再建回収の最前線にいたんでですねで、えー、その商工ローン大手の企業の法務部の中にいたんですけどもえー 日本の証拠論って大きく分けて2社が当時牛耳ってまして東のまる、西のまるってちょっとまるって言っちゃってバレちゃうんですけど私は東の方に本店がある会社の法務部にいたんですけどその東のまる、私がいる企業は法で回収する西のまるっていうねライバル企業は西,西日本にあるんですけど口で回収するでも回収の仕方が全然違うって言ってよく引き合いに出されて、ね、東のまるはもうとにかく法律手続きで再建回収をするけど西のまるは、えー、辞めや、ね、辞め棒をいっぱい雇ってねやめ棒をいっぱい雇ってボ もうね、足洗った人もうとにかく口汚いあの、えー、口汚いとかもう厳しい、ね、取り立てでもって怯えさせてもうあの口で、えー、恐怖に陥れて回収するんだっていう、ね、でも本当に回収の仕方があまりにも違うんで結構、知る人と知る関係,だ関係というか企業だったんですよ。それをやっぱりあの自分で経験してしまうといやー、あの説明は嘘だなと、ね、誰が債権者でも債務者にとってはさほど変わらないというのはあくまで建前論であって実際は誰が債権者かによって全然違うんですよ。全全然違います全然 全然違うんですけど、まあ物の本にはそう書いてありますから、一応皆さんにはそれ申し上げておきます。当時私があの、えー、平成9年当時です。あの再建会収業務やってた頃は、そのあれですよ、西のまるまるさんはあれですよ、えー、と有名な判例作っちゃった、えー、従業員が。 肝臓売れ、ね、肝臓は売ったって再生するだろ、ねえー、生体肝移植やって金作ってこい腎臓2つあるから1個売ってこいって言って恐喝罪で、えー、従業員が逮捕されちゃったっていうあの刑法のテキストに載ってる判例を作ってしまった西の丸○です私は東の方の企業にいたんですねだから私はあの法務部が150人いてでその中に私と同じように支配人が156人みんな司法書士の有資格者と,、えー、と司法試験の択一合格者みたいな、ね、人たち法律の資格を持っているような人 を最優先に優先してああのなんだ、えー、雇ってで支配人として登記して実際には支店長の決裁権限も何もないのに支配人としてもう何だ 就職して転職しししてて転日目かからら君支配人したからみたいなこと言われて「は,はっはっ」ていう、ね、面接の時何も聞いてなかったんで「君支配人になったから」って、ね「あれこれ当期」と言われて当期に自分の名前が載ってましてでも今日から「君支配人だからドサッ」はい、どさって <laughs> 訴訟資料を渡されて「これ自分で訴状を作って訴えてきて」なんて言われてその日からもう一日ね何件も訴,訴,訴訟を法廷に出て。 若干22歳とかだった22歳とか3歳の時にもう1日4件5件のね法廷に出てか金返せの訴訟をやった経験があります、まあ、だから私もうやりたくないんです <laughs> うちの事務所は今実は関西訴訟代理業務やってないのは私がやりたくないもうもうもうねもうこりごりなんですもうそ裁判はもう,もうあの嫌というほどやったのでもうちょっとうちの事務所ではまあ今度人を入れようと思ってますんであの司法書士の資格者を雇ってねその資格者にはやってもらおうかなと思ってるんですけどちょっと私自身はもう。 今最近全くやだからまあ民葬のところでまたお話し,しますけれども、えー、そういうねあの話があ,あるというのは一応申し上げておきますじゃあ80ページいって「表依者に重大な過失がないこと、ね」これも改正前からありましたよね。 重大な不注意によって錯誤に陥った時にはその重大な不注意に陥っているような人を保護する必要はないということで錯誤、えー、取り消しを主張することができないということになるわけです。まあ、これ有名な101号事件ですね。101号と102号を間違えちゃったおじいちゃん。で、モデルルームの新築モデルルームで契約の際に売買の売り主の担当者に101号をくれと意思表示をしてる。いや、101号室気に入ったんだよね。南向きでさ、日が入るよね。 担当者いや101号室は北向きだなとこれ,これ102号室と間違えてないかなこのおじいちゃんというようなことにちょっと疑いまして102じゃないですかということを再三にわたって確認したおじいちゃん全然聞かない「いや101だ」間違いない でまだ完成建物ができてないうちの契約でしたから内見するわけにもいかないだから図面上だけの契約だった再三にわたって売り主が確認したにもかかわらずおじいちゃんかたくなに101、えー、言って聞かないそこまで言うんだったら101だろうということで売り主も101の売買に、えー、応じたと。 ところが完成して引っ越して101に入居したらおじいちゃん「こんなはずじゃない」<laughs>「北向きで南向きじゃない」「この部屋じゃない」「102」と間違えたと言って101の売買契約の、まあ、当時は錯誤無効の主張をしたで裁判になりまして、えー、売り主側が再三にわたって確認をしていたことを重く見て飼い主であるおじいちゃんに重大な不注意があったとして錯誤無効を認めなかったというのが有名な判例なわけです。ただし今の例で そのおじいちゃんの住家室に売り主側が気が付いていたまたは過失、えー、によってあ失礼しました、えー、住家室によって気が付いていなかったつまり相手方今の話だと新築マンションの売り主の担当者があこのおじいちゃん101と102間違えているよと知っていたかもしくは重大な不注意によって気づいていなかったような場合。 でこの場合には重過失あるおじいちゃん、えー、に対して結局売り主側はおじいちゃんの重過失を知っていたか、えー、またはあ売り主側も重大な不注意で気づかなかったということは売り主側も保護に値しないので。 え原則に戻って重過失あるおじいちゃんも錯誤取り消しが主張できるということになります,いいですか、えー、おじいちゃん側に重過失があっても売り主側がそれを気が付いていたまた売り主側にも重過失があったという場合には、えー、売り主を保護する必要はないので住家室あるるおじいちゃんででも取り消しの主張ができるそしてもう一つ改正によって作られたのがいわゆる共通錯誤と呼ばれるものです。 でこれはですねその今の話だとちょっと考えにくいんですけど例えば、あそのおじいちゃん重家湿によって、えー、例えば、高土地とオ土地を間違えていたとしましょうで売り主側も同じく高土地とオ土地を間違えていたという場合です。だからすお互いが同じ勘違いをしていたということです。共通錯誤相手方も同一の錯誤に陥っているおじいちゃんコ土地とオ土地間違えて意思表示しちゃいました。 で、えー、売り主側も「こう土地」と「おつ土地」間違えて意思表示しちゃいましたというような場合ですでこの時は結局おじいちゃんに重過室あってでその同じ勘違いを売り主もしてるってことは売り主だって重過室じゃないですか、ね、そうでしょだって重過室でもって錯誤、えー、に陥っている飼い主に対して同じ勘違いを売り主もしてるってことは売り主だって重過室なんです ということはお互いが重過失と同じことです。だったら、周りめぐって最初に戻って原則通り取り消せていいんじゃないっていう、そういうことです。いいですか。同じ勘違いに陥っている共通錯誤。で片一方が重過失だったら、もう片方だって重過失でしょう。だ結局共通錯誤の場合には、周りめぐって原則通り取り消し可能というのが。この丸二のお話ということになります。えー、今年共通錯誤、えー、宅建でも出たそうですよ、えー。司法試験の方でも出てますので、共通錯誤を気をつけておきましょう。さあ、それでは、原則通り、この場合、錯誤取り消しが認められ。 るとというこですでは続いてこちらの表依者の錯誤が詐欺に基づくものである場合には、えー、これは表依者に重過失があってもだました相手を保護する必要はありませんから取り消し可能です。でさらに表依者に重過失ではなく経過失にとどまる場合でこの場合にはもちろん取り消し可能なんですが表依者重過失ではなく経過失による場合には取り消し可能です。 でも、経過失も過失は過失ですから、これによって相手方に損害を与えたのであれば、709条に基づく損害賠償請求は可能だということは覚えておいてください。では、続いて81ページ。作語取り消しの主張権者。これも実質的には変わっておりません。えー 無効の当時から錯誤無効を主張できるのは表、えー、依者本人に原則として限られるとされていたところこれが取り消しに改まり取り消しの主張権者はやはり表依者本人に限られるということになります。相手方や第三者が取り消しを主張することはできませんでところが例外的に例外的に、えー、一つ例外がありましたよね。えー、この 2のところ,ところ見てみてみください、えー、憑依者が取り消しを主張することができる場合に憑依者が取り消しを主張しようとしないとき原則、相手方や第三者も取り消しを主張することはできないけれども例外、債権保全の必要性がありかつ、憑依者が錯誤を認めているときは債権者代位権行使の前提として第三者は無効、えー、現在取り消しを主張することができる。 さあ、ここなんですけれども、ちょっとこれは図にしていきたいと思います。図を書いていきますので、えー、あのー、ちょっと皆さんはテキストの81ページのどこかにでも書いていただくといいと思うんですけれども、例えばですね、えー、これ、えー、そうですね。A から B、えー、A から B、e、S っていうのは売買のことだと思ってください。A から B。 B からあー C というふうに転売されたとで例えば絵,がええ絵,を、ね、絵を売買したというような場合で,でこの絵の売買え実は、えー、本物ではなく偽物であったということが後から判明したとで、えー、これ動機の錯誤になります本物か偽物かっていうのは動機の部分のことですから、えー、実際に本物を買おうと思ったあだから、えー、これは本物だと信じてよしこれを買おうこの絵を買おうと言おう。 絵をくださいだから内心的公開と表示行為との間に不一致はない動機の錯誤になるということですで動機の錯誤、えー、なので動機の部分を口に出していなければいけないと思ってくださいで A さんが B との売買の時に B さんこれ本物ですよね口に出した上で贋作を売買したで、えー、さらに B さんこの絵を C に転売するで C さんもまた動機を口に出してこれ本物ですよね 口に出した上でえで、ー、これ、えー、C さんに転売したとその後になって贋、えー、作であるということが判明したと思ってみてください両方とも動機の表示がありますので錯誤取り消しを使えるという状況になるわけなんですでこれによって「まあ、丸1売買」「2売買」でこの、えー、売買代金はともに100万円支払い済みだと思ってくださいで C さんが丸3で「3、えー」で錯誤取り消しを主張したんです 作後取り消しを主張したと、ね、で作取り消ししを主張したことによって C から B に対して ③ ダッシュで100万円の現状回復請求権ですね、えー、現状回復請求権いわゆる,いわゆる、あのー、昔は不当利得って言ったんですけど、えー、今は現状回復請求権ですね要するに100万円について返してくれという現状回復請求権が発生すると。 ででところが B さんが無視力なんですよ B さんがあ無視力になってしまっているとで、えー、B さんもお動機の錯誤は認めています、えー、だけれどもお B さんは錯誤取り消しをしていないでなおかつ B は無視力になってしまっているという状態なんです、はい、これ B 自身が錯誤取り消しをすればどうなるか B から A に対しても原状回復請求権が発生するんです。100万円返せって、ね B が錯誤取り消しをすれば B から A に対しても、えー、この原状回復請求権が発生するそうするとどうなるかというと、まあ、こうう書きましょうか。C から,ら B100 万円の原状回復請求権で B もこのお錯誤取り消しを主張すれば ここ B から A に対して同じく100万円の現状回復請求権が発生すするじゃないですかそうしたら C は A に423条債権者代位,によって代位することによって A から直接100万回収できますよね。 ああ今のもう一回整理しますよ C は取り消しをして100万円原状回復請求権が発生しましたで B も取り消しをして B から A に, B から A に100万円の原状回復請求権が発生すればこれは C が B に代意して A に直接100万返せという債権者代によって100万 C が回収できるわけですところが今 B が錯誤取り消しを主張しないんです錯誤は認めてるんだけども錯誤取り消しを主張しないさあこの時 B しか取り消しできない、えー、という原則は例外ないのか本当に B しか取り消せないのか B は認めてるんですよ。 B は錯誤取り消しを認めてるだけれども、まあ、やけくそになっちゃってるんですねだってどうせ錯誤取り消ししたってあとは C に代位されちゃうだけなんで、えー、自ら錯誤取り消しの意思表示してもどうせ C に代位されちゃうぐらいだったらもうなんか嫌がらせみたいな感じで半分やけになって B は取り消しをしないというような現状だと思ってくださいさあこんな時 C は、えー、偶の根も出ないのか手も足も出ないのかというと今読んだ例外もう一回見ましょう債権保全の必要性がありかつ表、えー、依者が錯誤を認めてる時は債権者代権行使の前提として 第三者 c が、えー、取り消しを主張することができる第三者 c が取り消せるということです。えー、間違いないと思えてる人がいるので、これ債権者第2によって取り消すんじゃないんですよ。あの要するに b の代わりに c が第1して取り消す。丸かばつかっていう問題が司法試験では出たことがあります。要するに債権保全の必要性があり、b が錯誤を認めてる場合には、c は債権者第2の方法により。 B に代して取り消しの意思表示ができる×ですかね債権者代して取り消すんじゃないんです、ね、B の代わりに代した C が取り消すんじゃなくて代の前提として C 自身が自ら取り消すんです C 自身が取り消すのだから取り消すのは C なんですよ B の代わりに C が代して取り消すんじゃなくてあくまでも C 自身が取り消せるってことですで代の前提として えー、C 自身が取り消す代1して取り消すって聞かれたら「×」と答えてくださいねちょっとくどいですよ代位して取り消すんじゃなくて C 自身が取り消してその後代するんです C 自身が取り消してここが発生するでしょ C 自身が取り消せば B から A に減少減少回復請求権が発生してその後代するんです代は100万のと 回収について代意しますので、取り消しの意思表示を代意して行使するんじゃないので注意をしてください。司法試験で本当にやらしい問題が出たことあるんで、そこはご注意ください。さあ、それでは発展の点は別に発展の点だから見なくて結構です。では、次に82ページ。 え適用範囲えご覧いただきまして適用範囲のところすべての法律行為に適用されるのが原則82ページ、ね、であると錯誤は法律行為全般にわたって起こりうるからと相続法規は承認にも適用があるというのが29年なんかに出題されています準法律行為については関連の通知はテキスト2でしっかり取り扱いますからちょっと今日は関連の通知ってなんだっけというのをちょ置いといてください。 えー、そして、えー、次、丸3えー、婚姻や養子縁組については特別規定により本条の適用は排除されるとつまり、えー、人違い等によるう婚姻等についてはこれあの、95条を使うのではなくて親族の規定744条から747条までによって、えー、婚姻の効力が否定されるのであって95条は使いません。95条は使いません えー、ただし詐欺・脅迫に基づく婚姻はあそれぞれ取り消しの原因となるのは親族でやっているところですさあ次、丸四、和解契約が成立した場合その和解契約の直接の目的となった法律関係について錯誤が損したとしても当事者は錯誤取り消しの主張をすることはできない、ね、和解の直接の目的となった法律関係つまり要するに白黒決めたいとした、えー、要するにだから解決しようとした法律関係ね。 要するに決着しようとした法律関係について勘違いがあった具体例いきましょう A 土地は公に所有権があることを認める代わりに5年間乙の使用を認めるという合意でここで和解契約の直接の目的となった法律関係要するに決着つけたいとしていた法律関係というのは A 土地が誰の土地かっていうのを和解で決着つけたかったんです いいですか和解契約の直接の目的となった法律関係というのは A 土地の所有者が誰かでそれは公のものだっていうふうに決着したんですよ。でそれを前提として5年間オツが使っていいという和解を成立させたと。でところが後になってその実 A 土地はオツのものだ 和解契約の直接の目的となった法律関係に勘違いがあったってことですよ。A とののいうのが直接の法律関係だったのに決着つけようと思った法律関係だったのにそれが実は乙のものだったという確証が出てきたうわ勘違いしてたじゃあこれ錯誤取り消しできますかというとこれはできません。和解の目的はたとえ真実の法律関係と異なっていてもこの点に関する法律関係を確定することにあるから。 真実はどうであれこうしましょうそうしましょう、ね、この A 土地はこうのものにしましょうそうしましょうって言っても納得しちゃったんでしょ納得しちゃったんだったらもう自分たちで納得したことは後でいや実はオツのものだったって確証が出てきたからひっくり返すですから「和解」というのは真実は白であろうが黒であろうが白にしましょう黒にしましょうそうしましょうで決めた以上ねもうひっくり返せないよ。 和解の直接の目的となった法律関係についての錯誤取り消しはできない。しっかり覚えてください。さあ、これに対して、当事者が和解の前提として争わなかった事実について錯誤があった場合、錯誤取り消しの主張をすることができるかが問題となる。はい和解の前提として争わなかった事実関係。 はい、83ページいきましょうまずこれ、えー、出題実績がありますので、まあ、この2つ目の方ですけどねまあジャムの方はないんですけどもいつジャム出てもおかしくないのでちょっとジャムもやりますよはいまず仮差し押さえをした缶入りジャムが一定の市場価格を有することを前提としてこれを大仏弁済に供する旨の裁判上の和解が成立した、はい、和解の直接の目的となった法律関係つまり和解で白黒つけたいと思っていた法律関係は 大仏弁済するか否かジャムで大仏弁済するかどうかですこれが和解で白黒つけたかった内容なんですねでその前提として使った事実一瓶100円で3000瓶だから30万とかいうね一瓶100円の価値があって3000瓶だから30万円の現金に変えてジャムで大仏弁済する。要するに 和解の直接の目的となった法律関係はジャムで大仏弁済するかしないかでその前提の事実関係として使った事実、えー、当事者にその点について争いがない一瓶100円の価値があるで3000瓶だから30万というようなね一瓶100円の価値があるっていう前提事実です。 でそれで大仏明細がすべて終わった後に実はそのジャムが市場価格の半額以下つまり100円の価値はなくて50円しかなかったという粗悪品だったということが判明した場合これによってこの和解を取り消しできますかという問題です。でえー、今回はは、えー、和解は要素のという問題でのという問契約す。と要部分にです。としう問ができるとした判例が昭和33年判例ということなんです。で <laughs> それに対してですね錯誤、えー、取消しが否定された事例見ていきましょう家屋の賃貸人が自ら使用する必要があるとの自由で賃貸借契約を合意解除し家屋を賃貸人に明け渡す旨の調停が成立、まあ、今回調停なんですけど和解と同じようなもんです和解の直接の目的となった法律関係は賃貸借契約の合意解除による明け渡し義務の有無です賃貸借契約の合意解除による明け渡し義務の有無ね 合意解除がが成立し明け渡す必要があるか否か否これが白黒をはっきりつけたかった直接の法律関係なんですでこれについてはじゃあ明け渡しましょうというふうに決まったでその和解なら和解朝廷なら朝廷の前提として争わなかった事実っていうのが今回下線引かれてる何で合意解除が必要かそれは大家が自ら住むからだよっていうね大家が自ら住む必要が出てきたという自由で あの合意解除をするで合意解除で争っちゃってじゃ合意解除しましょうそうしましょうという和解ないしは調停が成立したとでその前提として何で合意解除しなきゃいけないかについてはどちらも争ってなかったということですでところがその後に実は自ら使用するっていうのは嘘で。 もっと高い値段で借りてくれる田中が他に見つかったからだっていうのが理由だったことが分かったみたいなね騙されたみたいな騙されたっていうか、まあま、あの嘘だったっていうことが後から明らかになったとしてもその理由をもって錯誤、えー、取り消しすることはできないとした判例がこの昭和28年の判例ということになります。はい、両方ともその白黒をつけようとした法律、えー、関係の前提として当事者が争わなかった事実関係についての勘違いなんですね。共通してるんですよ なのにどうしてジャムは,ダメジャムはできて、えー、と賃貸借契約はあ取り消しできないのかということなんですがこれはねあのこういうふうに覚えてください、えー、いわゆるです、ね、その合意の内容というこれキーワードです、えー、いわゆるうこちらですね絶対にちゃんと出て問題文に出てくると思うんですけどその和解調書ないしは調停調書の中に 自ら使用する必要があるという前提となる事実関係が内容つまり文章として載っていたかどうかいわゆる前提として争わなかった事実関係ジャムの例だったら1瓶100円 ×3000 瓶で30万という市場価格100円が価値があるということが和解調書の中に書かれているか書かれている場合内容となると言います書かれていなかった場合内容となっていないと言います でその和解調書調停調書の内容となるというのは書かれていたかということですそれがあの書かれていれば錯誤、えー、取り消しできますでも書かれていないと錯誤取り消しできないんですで必ず問題文で出す時にはその内容となっているいないねという言葉が出てくるはずですキーワードとして。 もしくはジャムだったらできる賃貸借の、えー、だったらできないで覚えてもいいんですけど、まあ、この2つの例しかないんでねジャムかこの賃貸借の例しかないんですからそれで覚えちゃってもいいんですけど、えー、実はあのキーワードというのは、えー、内容和解調停の内容になっているイコール和解調書調停調書に盛り込まれてるいるいれば錯誤取り消しできる盛り込まれてない、ね、という場合には錯誤取り消しできない。ね でジャムの例は盛り込まれてたんですよ1瓶100円で3000瓶だから30万円と計算して30万の現金に変えて大仏弁済するって書かれてたところが賃貸借契約の例では大家が自ら使用する必要があるので今般だ合意解除しっていう大家が自ら必要がある旨が記載されてなかったんですそういうふうな形で結論が分かれてくるとお考えください さあそれではじゃあ八十三ページ以上で戻りましょう。ちょっと先ほど、えー、呼ばなかった七十八ページご覧になってみてください。ちょっと戻っていただきまして、七十八ページの七十八ページの。 第三者保護規定。これ、再建法改正によって追加されたところになります。95条4項ですね。全員無過失の第三者はあ保護されるという、え詐欺取り消し前の第三者保護規定にいい揃っています。権利保護要件は、登記ではなく、全員無過失。権利保護要件は、登記ではなく、全員無過失となっていきます。第三者の権利を保護する要件。権利保護要件として、全員無過失が必要。作後取り消しによって、え取り消されて、 でも取りあ取り消し前の善意無瑕疵の第三者ね、取り消し前ですよこれ、取り消し前の善意無瑕疵の第三者は保護されると、えー、いうことです。これが令和2年7問目のをで出てます。令和2年の7問目のをで出題実績が今年あるということになります。まあ無件変動のところで出題されたと。でちなみに昨後取り消し前の第三者ねこれ。 作取り消し後の第三者はちょっと書いてませんので一応下に書いていきましょう78ページなんですけれども78ページ A さんが A さんが一 s b さんに売却をしましたで A さんが錯誤に陥っております A さんが錯誤に陥って二ですぐそれに気が付き取り消しをしました。 取り消しをしましたところが登記名義はもう B, B に渡っていて取り消されたにもかかわらず B さんが C さんにこの土地を転売したとさあこれ取り消し後の第三者になっていきます。 で取り消し前の第三者については権利保護要件として、えー、善意無過失が必要ですけれども取り消し後は条ですよね A から B に移転した所有権が取り消しによって、丸二ダッシュいわゆる復帰する、えー、復帰的物件変動が起こっていくというあれです。復帰的物件変動があ いく復帰的、えー、物件変動があお物件変動によってあの一旦 B に移転した所有権があ取り消しによって A に戻ってくるという B から A への動きとそれとあの転売による B から C への動きが B を起点とした二重譲渡と同時できるという、ね、例のあの話です。でそれによってこちらのお 取り消し後は177条17条ですから、えー、結局 C さんは悪意であっても登記を備えれば保護されるとですから取り消し前は善意無価値でないと保護されないところ取り消し後は登記があれば保護され善悪を問わないということだったわけです、えー、いいですよねこれについてはもう、えー、詐欺取り消し前後と同じ扱いになっていきますではあ95条については以上で終了しまして <laughs> 以上で終了しまして次に96条の方に移っていきたいと思います84ページご覧になってみてくださいさあそれではあのこの84、えー、ページ詐欺についての96条になります、えー、まずは定義他人を疑問して錯誤に陥らせそれに基づいて意思表示をさせることで、ワンポイント解説見てください、えー、詐欺にあたるためには詐欺者の二重の声が必要となっていきます 詐欺者の行為については1つでは足りない二重、2つの意味の行為が必要だと。で、丸1、相手方を欺いて、えー、勘違いにさせようとする意思相手方を欺いて勘違いさせようとする意思とその勘違いによって買います、売りますという意思表示をさせようとする意思この両方がなければいけない。 ただ、勘違いして、えーあのー、勘違いさせようと思ってそれでその楽しもう,そ,う,いうその勘違いしている他人を見て楽しもうという目的だけであのなんていうんですか、欺くというのでは足りないということなんです。欺かれた被害者がじゃあ買いますじゃあ売りますというふうなそこまでの行為がないと、えー、詐欺とは言えないと。 この点が前回やった二十九ページとの違いなんですよ。ちょっと二十九ページ見ていきましょう。二十九ページ戻っていただいて。次回やりますよって言ってやらなかったんですけど、二十九ページ見ていただきまして。九十六条の詐欺との関係というところです。はい。これ、えー、制限行為能力者の詐術。なんで詐術って言って詐欺って言わなかったのかっていう話、次回やりましょうねって言って,言ってなかったですよね。これ、詐術であって詐欺じゃないんです。 つまり、この、差術というのは、自分が成人である。例えば未成年者が、あもう成人に達していると、えー、相手を誤信させようとする。または、親権者の同意があったというね、同意権者の同意をもらったという誤信をさせようとする。そこの行為はあるんです。相手に、相手を勘違いさせようという行為はある。だけれども、勘違いさせた相手が、じゃあ売ります。 じゃあ買います勘違いに基づいて売りますとか買いますとか言わしめるようなその点についての行為がないんですね。でしょえー、成人だから売りますっていう意思表示と、まあ、あのそ,うそういうふうじゃないじゃないですか別にあの私、成人なんだよっていうふうに騙された被害者があ成人なんだじゃあ売ろう。 なななないいいいととはは言言ええんですよ29ページにある通り例えば成人でなければ売れないようなものだったらタバコとかねお酒とかだったらそれは、えー、自分成人なんですって嘘ついたことが96条の詐欺になることはありえますだって成人でなければタバコやお酒は売ってはいけないからねだから96条の詐欺になることもあるんですがでも21条の詐術っていうのは、えー、二重の恋のうち一重の恋しかないんです。 自分が成人に達している自分が同意をもらったと相手を欺く行為しかなくだから売りますっていうことを言わしめるような行為まではないだからここ詐欺とは言わず詐術と呼ぶんだよと、ね、こういうようなところ、ね、細かいところを積み重ねてしっかりとね、えー、脇を締めた勉強にしていきましょうね1年目どうしても脇が甘かったなっていう方いらっしゃるんでそういったところをね一つ一つ締めていってほしい詰めていく、ね、勉強が必要かと思いますじゃあ84ページ戻りまして 詐欺の効果は意思表示の取り消しができますで、えー、意思表示の取り消しができるなぜ無効としなかったのかは内心的公開しと表示行為とに食い違いがないからですよ。内心的公開しと表示行為に食い違いがないいやしくも騙されたとはいえ買います買おうと思って買いますって言ってる騙されたとはいえ売ろうと思って売りますと内心的公開しと表示行為が一致しているので無効にはしなかったということになるわけなんです。 さあそれでは第三者による詐欺の場合は相手方が悪意または善意有価質の場合に取り消すことができる下の図ご覧ください、えー、改正点ですね保証契約の当事者は A さんと保証人 B さんで主債務者 C が保証人になってくれる B に対して絶対に迷惑かけないから私資金ちゃんとあるから、ね、C が絶対自分で返すから保証人になってほしい。 え資産は十分にあるから絶対迷惑かけないと言って B さんにえ信じ込ませて B を騙してで実はすっからかんなのにで信じた B が A と保証契約を締結してしまうで後でだああ騙されたことに気が付いて B は A との保証契約を取り消せますかでこれ A が騙したのではなく第三者 C が騙した場合に B が A との保証契約を取り消す要件は A の悪意または善意重過失。 全員有価質です、失礼しました、全員有価質、A が全員無価質の場合のみ取り消せないということになっていきます、A が全員無価質の場合のみ取り消せず、A、悪意、または有価質の場合に B は取り消せる、改正前は悪意だけでしたよね、改正前は悪意だけ。ということは、取り消される取り消せる場合が拡大したということです、取り消せる場合が拡張されたということをおになります。 A さんが全員無過失の場合のみ取り消せないそれ以外の場合には取り消せるということになっているわけです。さあそれではえこちらのお内容なんですけれどもえよろしいでしょうか84ページの内容をえしっかり確認していただいて真ん中の「沈黙と詐欺」は要するに釣り線詐欺の話ですよね。何にも言わないってことが欺く行為に該当することありますよっていういつものお話です。 さあ効果三いきますと96条3項により全員無過失の第三者保護されていきますじゃあ85ページその96条3項を見ていきましょう,もうこれはもうちょっと初級講座みたいになっちゃうからう簡単にいきますと96条3項取り消し前の全員無過失の第三者です、えー、以前は全員改正によって無過失まで必要となりました登記はいりません権利保護要件は全員無過失 はい、AB 間で A が B をだましたか B が A をだましたかまあ普通は B が A をだますでしょ B が A をだましてでその土地を売却したでその後 B が C に転売をしでだまされたことに気が付いた A が詐欺取り消しをする C は取り消し前の善意無価値の第三者ですでこの場合取り消し前の税無価値の第三者が保護されるということだったわけです。 いわゆる AB 間の取り消しの訴求項を制限して善意無過失の C を保護していくとだ騙された A にも落ち度があるだろうということで C と A とを天秤にかけ C が善意無過失の場合に C を保護する。 まあ騙された A にも落ち度があるとはいえ A も被害者的要素がありますから、まあ、簡単に C を保護するのは A の不保護につながってしまうだから C の保護要件は全員無過失、えー、と引き上げられたということになります。さあそれではこの96条3項の第三者も94条2項の第三者同様新たな独立した法律上の利害関係を有するに至った第三者というのは同じです。同じ理屈でもっててて考えてみてください で下のワンポイント解説見ていただくと例えば1番抵当権「公」2番抵当権「オツ、3番抵当権「兵。で「平」が「公」を騙して「公」に1番抵当権を放棄させるこの放棄というのは、えー、順位の放棄とかじゃなくて「捨てちゃう」という意味の放棄だ放棄だと思ってください。でこの時に1番抵当権、えー、が放棄によって消えてしまった。で えー「オツ」というのがこの「兵の詐欺の事実」について善意であった「で善意のオツが」が「善意無過失」であった「兵の詐欺の事実」について「オツ」は善意無過失であったじゃあ善意無過失のオツに対しては、えー、詐欺取り消しを主張対抗できませんか?「うが詐欺取り消しを主張しても善意無過失のオツには対抗できないか 善意無過失の「オツの手前「こ、え、う、ー」は詐欺取り消しによって一番低当権が復活したとこうに言えないかという問題なんですがこの「オツは新たな利害関係に入った第三者じゃないですよね。ということでたとえ「オツが善意無過失であったとしても「こう」は詐欺取り消しによる一番低当権復活を「オツに対抗できるということです。 一番抵当権放棄を取り消すと一番抵当権復活しますでその一番抵当権放棄の詐欺取り消しによる一番抵当権復活をもって乙に主張対抗できるなぜならば乙ツは96条3項の全員無貸出の第三者じゃないからとねいうことなんですね94条2項と同じように考えてみてくださいさあ,あそれでは えー、権利保護要件として登記は不要要です権利保護要件として登記が必要という説も根、ね、強いんですけれども、えー、登記が必要という,ふうには改正さされておりませんさあそれでは、えー、次に86ページ詐欺取り消しと法定追認の関係なんですがこれはちょっと法定追認のところでまた出てきますのでちょっとこれは後で次回やりましょう。 えー、法廷員のところでお話します。え続いて括弧に九十六条三項の第三者の範囲取り消し前の第三者を指します。取り消し後は先ほど同様百七十七条の対抗問題として処理をするということだったわけです。で非常にあのこの丸丸五の第三者って、えー、判例はみんな百七十七条を使っていてそれはそれで受験生的には嬉しいんですけど、ただ根本的に皆さん一つしっかり覚えておかなきゃいけないことがありましたよね。判例は矛盾しているという点です。 まあ水路問題出ないからもう、えー、いいとは思うんですけどただやっぱり深い理解というのはここまで必要だと思いますので説明しますと85ページもう一度戻っていただけますか、えー、詐欺取り消し前これ作後取り消し前もそうなんですけどこれ AB 間が取り消しによって訴求的無効になるとなると BC の二の売買も訴求的に無権利者 B からの売買ということになってしまうわけです取り消しっていうのは最初から無効訴求的無効 これを徹底しますとさかのぼって BC 間も最初から無効になってしまうだって A から B に所有権は1ミリも動いてないずっと A のもとに所有権はあったっていうふうに考えるのが取り消しの訴求項です取り消しによって最初から無効所有権は A のもと1ミリも動いてない B に移転した事実もなければだから2の売買も結果的に無権利者の B から C が勝った。 で無権利者の B から買っても C もまた無権利者なので本来権利を取得できないところ全員無過失の C を保護するために訴求項を制限して取り消しの訴求項を制限して全員無過失の C さんを保護しましょうこうやって説明するんですよねだから取り消しに訴求項があることありきで説明をしているところがところがですよ 取り消し後になっちゃうと一点どうとどでした、まあ、これ錯誤の例でちょっとさっき書いたので使いますと A から B に売買によって所有権が移転して丸に取り消しによって B から C に所有権が戻ってくる、えー、所有権が戻ってくるっていうんですよね。で、えー、戻ってくるこの戻ってくるという動きと B から C への転売の動きが B を起点とした二重譲渡と同時できるから、えー、c ス a は対抗関係だ。 あれ訴求項どこ行っっちゃったんですかだって戻ってくるっていう動きっていうことを説明すること自体が取り消しの訴求項と整合性がないんです、えー、取り消しの訴求項を徹底したら A のもとを所有権は 1mm も動いてないだから B に移転した事実も最初からない B に移転した事実がないんだったら B から A に戻ってくる事実も観念できないはずなんです。ななのにに判例は取り消しし後になると一転して A から B に移転した、えー、権利が B から A に戻ってくる戻ってくるという動きと B から C への転売の動きが B を起点とした二重条等と同志されるそんなふうに説明するでそこがいわゆる船橋教授とか、えー、から「ばっかじゃないの判例」って言ってもう古ぼっこにされてあの判例ボコボコに批判されるというで判例、えー、船橋教授ですとか何、えー、かの反対説はまさにそこをついてくるわけなんですね。 取り消し前は訴求項があることを取り消し前の第三者は取り消しに訴求項があることを前提に説明しているくせに取り消し後になると一点取り消しの訴求項どこ行っちゃったの、えー、なんていうふうにいわゆる批判されるとで批判している船橋教授などは船橋教授もそうだし篠宮教授か篠宮説か船橋教授じゃないや篠宮説だ篠宮教授なんかはこの判例を批判して実はこの取り消し後には177条ではなく94条2項類推適用を使うべきだ というふうふに、えー、主張すするわけですよね取り消し後については「94条2項累積を使うべきだ、えー」というふうに反対説である篠宮教授なんかは、えー、主張している、まあ、推論出ませんから聞き流してください「えー、94条2項を使う」というのはどういうことか A から B に行った所有権が A の錯誤取り消しでも詐欺取り消しでもいい取り消されるそうすると最初から所有権は A のもとを動いていない、ね、訴求項を使うんです。 最初から所有権は A のもとを動いておらず所有権は B に移転した事実も最初からなくなるだけれども B 名義の登記を残しておいたことが虚偽の外観の存在になりそれを A がそのまま放置するなどの奇跡性が重なったときに善意の C さんを保護していくさっきの94条2項類推適用ですよ。えー、B 名義の嘘の登記の存在。 A がそれを放置するという奇跡性で C が善意でその投機を信じて取引関係に入ってしまう。 これによって94条2項類推適用で C を保護すればよいというのが反対説のお考え方篠宮教授の反対説になります。で、学者はむしろ判例よりもこの反対説の方が支持されていると支持しているというふうに言われているんですがただ判例は177条説を取ってますので、えー、皆さんあの知識型問題の対策を、ね、考えていけばいいのでだから判例で答えるべきです。さあそれではじゃあ続いて 86ページのところに進みまして、詐欺と錯誤の関係、相手方の疑問行為によって、え錯誤に陥って意思表示をした場合、その錯誤が法律行為の目的を、取引所の社会通念に照らして重要なものであるときは、錯誤と詐欺の双方の要件を満たす場合がある、でこの場合、表示者は詐,詐欺と錯誤による取り消し、どちらを選択して主張することもできる、二重項、肯定ということです。20項どちらを使っても構わないと、ね さあそして詐欺はこれ、えー、民法上の詐欺に当たれば基本的に刑法上の詐欺罪にも該当する可能性が高いで民法上の詐欺行為は刑法上の詐欺罪の構成要件を同時に満たす可能性もありますからもちろん、えー、詐欺をしたものは刑法の詐欺罪に適用される可能性がある。 と同時に詐欺をしたものは不法行為をしたことでもありますから不法行為の709条を用いて損害賠償請求をすることもできるということです。さあでは86ページよろしいでしょうか。86ページ詐欺は以上となります。はいじゃあ次87ページ脅迫にいきましょう。えー、脅迫、他人をに害を示して遺憾を生じさせそれに基づいて、えー、意思表示をさせること。 で脅迫はこれ脅迫罪刑法の脅迫罪の脅迫脅して迫るという脅すという字じゃなくて強く迫るという意味になります。で、えー、刑法の脅迫とあえて字を変えたのは一応ねあのー、民法上の脅迫に該当したら、えー、必ず刑法上の脅迫に当たるとは限らないからなんですほら刑法上の脅迫罪って覚えてます。 事故または親族の、えー、生命身体財産に害を与える旨を告知しなきゃいけない恋人を殺すぞとかいうのは脅迫罪にならないとかいうのやりましたよねでああいう要するに脅迫の構成要件の方が狭いんですよだから民法の脅迫強く迫るという脅迫に該当しても刑法上の脅迫罪に必ずしも当たるとは限らないだから字を変えたんです まあそんなの知らなくてもいいんですけど一応、えー、民法上の詐欺罪に当たるとほぼ十中八九刑法上の詐欺罪に当たるって言われているので詐欺は字変わってないんですけど刑法上あちょっと民法上の脅迫に当たっても刑法上の脅迫罪に当たるとは言い切れないので字が違うま、ね、まあまあそんなとこ知らなくてもいいんですけど強く迫ると書いて脅迫となります、ね、売らなきゃ殺すぞとか、ねあのえー、買わなきゃ刺すぞとか言われて刺されるの嫌だから、ね、そう思ってじゃあ買いますと、ね、いったような場合が該当するということです。 結局だから刺されたら嫌だなあ刺,刺されるのちょっとあれかあの買わなきゃ殴るぞとか言われていや殴られるの嫌だなじゃあ買おう買いますと言おうと思って買いますというわけですから内心的公開しと表示行為に食い違いはないということですな、ね、意思の、えー、あの不存在の方じゃなくて意思の、えー、不存在ではなく可視ある意思表示の方に分類されるということですはい効果意思表示を常に取り消すことができます第三者による脅迫の場合にも第三者の、えー 脅迫詐欺と違いまして相手方の善意等問わず、えー、取り消すことが可能そして脅迫による取り消しは全無可失の第三者にも主張対抗可能ところが、えー、脅迫取り消し後になると一ねこれ面白いですよね脅迫,による脅迫取り消し前の第三者については全員無可失でも保護しない理由は被害者的要素が本人に強いからですよ。脅された 被害者はは落ちち度があるととょっと思えなだまされて意思表示した人に比べて脅された被害者の方が落ち度が少ないむしろ全く落ち度がない場合も高いわけですにもかかわらず保護されないのは酷だとていう理由からだったら取り消し後だって被害者保護しようよっていうふうに思うんですけど判例はまる5はみんな177条で言ってますからここは対抗関係で処理をしていくことになります。書いてませんけどね さあ,あ、それでではあ次に関連知識です。脅迫の結果あ意思の自由を完全に失ったたがした意思表示。例えば首元に,、ねね、首元にそのナイフ突きつけられて、ね、売らなきゃ殺すぞみたいな感じでもう頭真っ白っていうかね頭真っ白殺されるの嫌だから売りますと言おうと思って売りますとかっていうそんな思考回路なんか取ってる場合じゃない、ね、もう頭真っ白でもう何が起こったのかさっぱりわからないとかいうような、えー、状態で。 ただ黙ってうなずいてしまったなんていうような場合にはこれも意思無能力状態ということで完全に無効取り消すまでもなく無効ということになりますでこれはあのあと次回やるんですけれども二0項を否定します91ページご覧になってみていただいてちょっと飛びますよ91ページ飛んでいただいて無効と取り消しの二重項2つ目のところです強度の脅迫によって全く意思決定の自由が奪われた状態でした意思表示は、えー、無効でも取り消しでもどっちでもいいとは言いません 絶対に無効主張しか認めないということなんですで、取り消しを使うことを許さないで、制限行為能力者が意思無能力の状態でした法律行為は、えー、意思無能力で無効を使っても制限行為能力者取り消しを使ってもいい二重項を肯定する例えば未成年者が酒飲んで意思無能力状態で法律行為したとかね、そういうような意思無能 意思無能力状態で無効でも未成年者が一人でやったから取り消しでもどっちでもいいんですがこの脅迫は二重工否定なんでですかこれはあれですよあの怖いからですね 怖いからっていうのは要するに自分を脅したような相手に接触しなきゃいけない取り消しは負担が大きいからですだって取り消しって相手に向けた意思表示ですからその相手に意思表示が伝わらなきゃダメですね、まあ、もちろん内容証明便とかで送りつけりゃいいんですけど会わなくてもいいんですけどでも自分を脅したような相手と二度と関わりたくないじゃないですかだからその関わらなくていいように当然無効にしたんです無効だったらば最初から何もしなくても無効だからです取り消しますとか相手に伝える必要もないからということになります さあそれではあこれを踏まえまして戻りましょう87ページおちょっともうちょっといけるなもうちょっと稼いでおきましょう再建編でねやっぱり結構時間取られるのでちょっと本当は脅迫までと言ってたんですがもうちょいいきますねあと8分ほどありますのでもうちょっとだけ生かせてくださいさあそれではじゃあ第2節、えー、87ページ意思表示の到達と受領はいまずは1原則としての到達主義意思表示の効力発生時期は相手方に到達した時からその効力を生ずると。 で改正点「各地社に対する意思表示は」という文言が今回再建法改正で削除されました要するに離れた場所にいる者同士の意思表示は到達した時に効力を生ずる「各地社に対する意思表示は」っていう表現を使っていたのが「各地社」という言葉が今回の改正で削除されただって別に離れた場所にいなくたって、えーあのー、メールだ手紙だ で本当にご近所にいてもその意思表示がちょっとタイムラグが空いて相手に届くってことはあるわけじゃないですか同じ社内にいても社内メールで、ね、あのああ社内メールだ瞬時に届くかメールだと瞬時に届くけれども、まあ、例えばその回覧文書なんかをね回していくとかいうような場合には同じ建物の中にいても若干タイムラグ開空くんで別に各地者っていう言葉入れる必要ないということで、まあ、実質改正ではありません到達主義到達主義の例外発信主義。 えこちら発信主義が今回一つ削除されておりますねちょっとその発信主義先に見ちゃいましょう89ページ例外としての発信主義以前は2つあったんですよね2つ制限行為能力者の催に対する格闘だから1か月後の何月何日までに追認するかしないのか格闘してくださいって言われた時にその1か月以内の最終日に 取り消しますとかっていう意思表示を発信したらその到達したのが1か月経ってしまった後であっても発信した日が1か月の最終日の中であればええー 発信時で効力を生ずるというでこれはの制限行為能力者の催告に対する格闘をより保護してあげる最終日であっても意思表示を発信したんだったらそれが届いた日が期間を満了したあとであっても、ね、少なくとも最終日までに発信している以上は未成年者の望む通りにしてあげようと,、ね、という制限行為能力者保護のためだったわけですこれは改正前から変わりません改正前もう1個発信主義あった契約の承諾の意思表示ですよね 契約の承諾の意思表示が発信主義だったのが今回改正で到達主義に、えー、改正されてますこれによって過去問番号が1個正語変わってますよまあもちろん皆さんの合格ゾーンはちゃんと直ってますけども平成15年の20問目の「う」平成15年の20問目の「う」が×から丸に変わっていると平成15年の20問目の「う」が×から丸に正語変わったということになります。さあ、それでは、 えもう一つ民法ではなこの1個だけなんですけどもう1個発信主義なかった覚えてないかなこれはちょっと忘れちゃってもしょうがないんですけど、えー、もう1つ、えー、民法以外の法律に発信主義ってあるんですよそれがねあの株主総会の招集通知株主総会の招集通知は2週間なら2週間1週間なら1週間の最終日に発信すれば到達が2週間経ってしまった後でも構わない、まあ、民法じゃないので別にメモしなってもいいんですけど一応申し上げておきます。じゃあ戻りまして87ページ 87ページの関連判例いきますかえ到達とは一般取引所の通念に照らして相手方が領地しうるようその勢力範囲に入ることを意味し相手方が現実に領地つまりお手紙ならお手紙を読む必要はない要するに相手方の郵便受けに入ればよいと、ね、実際に郵便物として中を開いて読むことまではいらないと。でまた次の判例 会社に対する催告書をたまたま会社の事務室に居合わせた大統領の娘が受領し催告書を机の引き出しに入れておいたで、えー、社長であるお父さんはその催告書を受け取ったことを知らなかっただけどお父さんのデスクの引き出しの中には入った、ね、これでも到達があると認められた判例があります娘に受領権限がなくお,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 お父さんである社長に、えー、手紙来てたよってことを告げてなかった時でも到達しているとした判例です さあでは次に遺留分の減災と書かれたこの判例なんですが実はこの平成10年判例を今回の改正で97条2項として明文化しておりますちょっと書いてないんですけどこの平成10年判例が明文化された97条2項です。 ちょっと読んでいきますね遺留、えー、分、侵害学請求の意思表示を記載した内容証明郵便が受取人不在のため配達されず受取人が受領しないまま、えー、留置期間を経過したため差出人に還付された場合受取人が郵便内容を十分にスイッチすることができたであろうこと受領の意思があれば容易に受領できたことなどの事情があるときには郵便内容である遺留分、減債、えー、現医療分、侵害学請求の意思表示は社会通念上、領地可能な状態に置かれ遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められると。 つまり、遺贈とかを受け取った遺留分の侵害をしてしまった受理者などは遺留分侵害額請求が来るということをうすうすスイッチしていたんですね。で、えー、案の定、えー、いわゆる配達記録付き書留き郵便が、えー、あのたまたま不在通知が入っていて何々様から。 えー、配達記録付き書留郵便があ,、ねあのー、あなた宛てに郵送されました不在だったので持ち帰ります、えー、留置期間は何月何日までですねで再配達をお望みの場合にはここのところに電話してくださいとかいう不在通知が入るじゃないですかでそれで差出人の名前とか書いてあったら大体わかるんですよあ,あの遺留分侵害額請求の、ねえー、通知だなって。 そこでこでれ受け取っちゃったら侵害学請求成立によっていわゆる取られちゃうので、えー、もう留置期間無視してですね、留置期間経過したということであの差出人に返されてしまったでもこの場合に到達してないと見るのか、えー、どうなのかというと。 これはあ受領の意思があれば容易に受領できたことそして郵便内容を受け取り人が十分スイッチすることができたであろうこと、えー、こういった2つの要件が満たされれば、えー、領地可能な状態に置かれ少なくとも留置期間が満了した時点で受け取り人に到達したものとみなされるでこれを明文化したのが97条2項ちょっと条文読んでいきますねあいいですよ手元になくても耳で聞いてください、えー、97条2項相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを告げた時はそのお通知は通 通常到到達達すすべきであった時に到達したとにしものみなす、えー、あの相手方が正当な理由なく意思表示の通知が到達することを妨げた時だ相手方が正当な理由なく意思表示の到達することを妨げた時はその通知は通常到達すべきであった時に到達したものとみなすそれが97条2項改正点ということです。 さあ、それでは、じゃ、八十八ページ。えー、意思表示の発信後でも、その到達前であれば、撤回することが可能です。ただし、その到達の。えー、いわゆる。あの、前、または遅くとも同時に。例えば、だから、山形に住む。 さくらんぼ農家に「さくらんぼ1 0キロください」って手紙で郵送したところが「さくらんぼ1 0キロください」っていう申し込みの意思表示やっぱりあのやめようと思ってそのお山形にお手紙が届く前に山形のさくらんぼ農家に電話ですいません私さくらんぼ1 0キロくださいっていう手紙をお宅に出したんだけどやっぱり撤回しますってその到達前に撤回のお伝えれば撤回可能と。 だけども到達う少なくとも同時に撤回の意思表示が到達することが必要とさあそれでは実感だね、やめましょうじゃあこのちょっと途中なんですが88ページの過去1までということにさせていただきまして次回なんですが次回以降の震度をお話しします。えー、昨年実績ですと次回はえ代理の、えー 多分ここまでいくでしょう126ページまでは進んでいく予定でおりますあ嘘嘘だな126じゃない125だ125までは進んでいくと思いますのでちょっとあ見てくる際にはそこまでのところをぜひご覧になっていただきたいと思いますそしてセルフレクチャーなんですけれどもセルフレクチャーは今日の部分につきましては法人のところは飛ばしてください法人飛ばしまして11ページから入りましあ、11ページじゃないや 法人飛ばして、えっ、ー、と九ページから入りまして、えー、次十一ページから。えっ、ー、と、十八ページの。え、十八ページの丸二までのところですね。十八ページの丸二のところまでやってみていただきたいと思います。それでは、あのカレンダーなんかに従ってですね。えー、皆さん、あの会社法等にもどうぞ目を向けてみてください。それでは、じゃ、本日の講義は以上で終了したいと思います。皆さん、どうもお疲れ様でした。<laughs>